皆さんこんばんは。大人のボートバトル MC の杉浦太陽です。よろしくお願いします。そして、はい、アシスタント犬丸美穂です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、犬丸さんと僕は今日初めましてなんですね。そうなんですよ、初めましてです。よろしくお願いしま す, しします。あ、でも同じ、はい、年というか、いや、そうなんです、年代ですよね。はい、あの生まれ年が一緒だったんで、勝手に親近感を、はい、昭和56年生まれ、56年生まれ。あ、いいですね。そうなんですよ。いや、びっくりしました。あの知らなくて年齢を、はい、絶対に下だろうと勝手に思ってたんでいや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 、いや、すごいですよね。僕も結構下だと思ってました。ああ、ありがとうございます、はい、若く見えますよね。あ、いえいえいえ、本当にすごいな。56年生まれなんだ。今日はね、はい、お互いで褒め合うオープニング恥ずかしい。いいですか。でも杉浦さんは今節この、ね、今回はもう3日目になるんですよね。一昨日と昨日と、はい、初日から出られていて、はい、小玉遥ちゃんと一緒にやってきましたね。なんか見ましたよ、なんかだいぶハルピに乗っかってます。そう、ハルピ先生ね、ちょっとね、ハルピ先生って言ってましたよ。そうなんですよ、当ててくるんで、はい、見習ったらなんか、あ、こういうやり方があるのかって言ってやってたら、うん、昨日結構ね勝率よくて、ね、6レースで4勝したのかな。すごいですよ、6分の4的中するって。でも残りの2個が大きめに入れたやつが2個バーンってやられたんで、うん、ああ、そうなんですね。トータルではちょっと減っちゃったんですけど、はい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 、はい、でもだいぶじゃあコツをつかんだんじゃないですか。今日はちょっと自信あるかもしれないです。お、はい、昨日に比べてさらにちょっといいスタートを切ったんで、はい、うんうん、あとはご教授よろしくお願いしますはい、何でも聞いてくださいお願いしますさあ、今回もね、こちらの素敵な、はい、セットでね、お店から、はい、お届けしてまいります。六本木の秋ということですよね。ねー、このスタジオもね、本当にもう六本木のど真ん中にありますから。そうなんですよ。そうなんですよ、はい、もう東京タワーがね、綺麗に見えるような。そうそうそう、六本木のドンキホーテとかね、はい、ロアビルとかね、そうそう詳しい、いっぱいありますから、ここは、はい、今日もね、はい、素敵な紅葉が後ろにバックに控えながら、知ってます、ここ日本酒もあるんですよ、はい、あ、そうなんですか。おそらく焼酎と思われるところもあるんですよね。ほう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 、大人の夜な感じでちょっとお酒もらって。あ、本当だ、これはおそらく日本酒、はい、ただ、うん、オール新品ということで誰も開けてないということですね確かに、本当綺麗に封がしてありますね。そうそうそう、ボトルキープなしっていう、ね、はい、大人な空間でございますはい、では皆さんもね、はい、ぜひあの晩酌しながらとかお楽しみいただければと思います、はい、よろしくお願いします。では改めて、はい、ミッドナイトボートレースについてということなんですが、はい、こちらでございます。ミッドナイトボートレース、今年度は5月から2月の間延べ6節開催されます。今年度もボートレース下関若松大村の3場で開催されます。第1レースのスタート展示が17時頃、そして最終第12レースの終了が21時30分から22時頃まで実施いたします。今回の下関12レースの締め切り予定時刻に関しては節間21時54分となっています。こちらがのミッドナイト、マックスの時間になりますので、はい、今節は、ね、もうたっぷりとお楽しみいただきたいと思います。また外向け発売所を組む開催所は17時以降無観客開催となります。詳しくはミッドナイトボートレースのホームページをご覧ください。さあ、全6節あるんですね。そうなんですよ、今回が、うん、今やってるのがセカンドシーズンの第4戦ということで。なるほど、はい、今年度は今回を含めてあと3戦ですね。 あ、これを含めてね。そうです、そうです。そうか、まだまだ熱い バトルがね、うん、期待されますね。この次回がもう次1月になるので、うん、あ、そうなんだ、ちょっと空いちゃうんですね。結構空いちゃうんですね。そうなんです。じゃあ今のうちに今日、明日、明後日とまだ続きますから、はい、はい、たっぷりと皆さんにはね、楽しんでいただきたいと思います。そうですね、チャットの方もね、はい、どんどん書き込んでください。あ、こんばんは言ってますね。うん、メロンソーダさん、一撃本当にね、結構ね、はい、期待してるんです僕。あ、結構迷っちゃうんで、予想に、はい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 、迷ったら皆さんに問いかけますのでぜひよろしくお願いしますね。そうなんです、はい、まあ、今回もね、もう毎日生配信ということ で MC とゲストの方には予想対決、船券対決をしていただくと。はい、はい、今回は初日がハルピの勝利だったんですよね。負けました、はい、そして昨日は杉浦さんの勝利。昨日は勝利でした。うん、今日はどうなるのか楽しみですね。はい、勝敗分け合ってますので、はい、皆さんはぜひヒントや、質問などなど
コメント書き込んでいただきたいと思います。あとはですね、はい、チャンネル登録とそうなんです、グッドボタンよろしくお願いします。今日もね、このグッドボタンがかなり重要になってきますね、皆さん、はい、本当によろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、さあ続いては一緒に番組を盛り上げていただくゲストの紹介です。大人の魅力でミッドナイトボートレースを盛り上げていただきましょう。女優、タレント、作家などマルチに活躍中、今野杏奈さんです。お願いしま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 す。さあやってまいりました、はい。大人の時間でございます。はい、大人の時間ですね。今野さんはこのボートバトルは、はい、出演されたことありますもんね。はい、そうですね。うんうん、何月？ 5 月でしたっけ？ 5 月ぐらいでしたかね。うんうん、噂によると、はい、歌手君の時ですかね。はい、そうですね。はい、2日間、勝ちました。ね、はい、あ、2連勝。2連勝しました。そうなんだ。はい、うん、歌手としきくんは僕 の、 あの特撮の同期で、あ、そうか、そうですよね。そうなんですよ。彼が仮面ライダーアギトをやってて、うんうん、はい、僕がウルトラマンコスモスをやってて、あ、そっか、 そ、 うなんですよ。そこに塩谷駿が入れば戦隊ものも同期なんですけど、あ、完璧ですね。そう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 。なるほど。結構そういうヒーロー系も来てるのかな、うん、あ、メインは内山くんかな。うちはここの席にやってんの、ね、ヒーロー系はそうですね、歌手さんと杉浦さんかな。あとは戦隊ものがそれはパーフェクトという。そうですね、はい、ほんと。じゃあ今日は、はい、じゃあ勝つ気満々で来たところですね。はい、もう今日こそ、今日も勝ちに来ました。今日もですね、はい、ね、なんかスタッフさんによると、はい、すごく買い方がプロだと言われてたので、普段からやられてるんですか？うん、いや、普段はそんなやらないんですけど、結構あの予想したりするのすごい好きで。じゃあもう知識は豊富なわけですね。ちょっとなんか穴狙いとかすごい好きです。あ、なるほど。あ、 あれ、そういう楽しみ、満州券狙いですか？はい。そうか、それ今日ちょっと撮ったの見てみたいですよね。ですよね。でもなんかいつもちょっとビビっちゃって、うん、安全なところに行きがちっていうところもあるんですけど、予選とか結構満州券出やすかったりするんで。なるほど。前半でちょっと100円ずつぐらい入れてもありかもしれないですね。あ、そうですね、確かに、うん、はい、今日はちょっとその辺も狙ってみようかなと思います。お楽しみ、どんな買い方をするんだろう。はい、ちょっとなんか肩書きも見てもなんか、はい、女優に、はい、ね、作家さんもやられてるんですね。そうなんです。いや、ちょっと私ネットで拝見して、はい、とても興味がありまして、はい、どういう系の、はい、どんな本、はい、小説、小説ですね、一応ジャンルでは官能小説を、官能小説、はい、執筆させていただきまして、前は、東スポさんで新聞で毎日連載もさせていただいたりして、はい、はい、ちょっとエッチな大人な物語を。なるほど。犬馬さんが興味津々なので、そうなんですよ。6レースが始まるまで結構この話題で持ちきりになるんじゃないかっていう話なんですけど、ね、はい、そうなんです。はい、今はい、そうなんですよ。どうやって言うことちゃうやん。めっちゃそうなんです。食い気味で、はい、食い気味で今前のめりでしたね。そうなんですよ。今、はい、執筆中なんですか？今はあの、うん、クラウドファンディングで、うんうんうん、この間あの集めまして、はい、官能フォトノベルを作ろうっていう企画をやりまして、官能フォトノベル、はい、写真と私が書いた文字 の、はい、あのフォトノベルを作っていまして。官能小説のフォトって何ですか？逆に私がその物語になりきって、あ、そういうことですね、はい、一応演じてはいます。写真で女優パワーもそこに入れていくわけだ。女優パワー、そうそう、なるほどなるほど。はい、そうです。近野さんにしか書けない本になりますね、はい、あ、そうですね、はい、近野さんが書いた文章に近野さんのセクシーな写真がたくさん載っているってことですね。そうですね、まさにそうですね。あ、はい、それはもう出来上がっている執筆中？まだ、うん、今制作途中ですね。あ、そうなんですね。はい、支援してくださった、応援してくださった方は皆さんお楽しみというところなんですけれども、はい、どうやって情報とか集めるんですか？そうですね、結構身近なお友達との恋愛のお話から、うん、まあ、聞き出したりとか、あと膨らませたりとか。そうですね、膨らませて、あとはマネージャーさんとかに聞いたりとかもあります。マネージャーさんの恋愛が本になったりとか、はい、ちょっと最近どうとか、なんか面白い話ありますみたいな感じで聞くこともありますね。
はい、ちょっとどんな本なのかを見て読みたいですけどね。いやすごい楽しみ、はい、楽しみですね、はいはい、そんな大人の言葉を入れていきながら、はい、今日はいやもう、はい、ぴったりですね、大人のボートバトルにぴったりですね、まさにぴったりですね、はい、今日はこの3人でお届けしていきたいと思います、最後までよろしくお願いします、 しお願いします。まずはこちらのお知らせからどうぞ。テレボートから電話投票会員の皆様へ重要なお知らせです。ミッドナイトボートレース開催日は、一般銀行をご利用の電話投票会員の方は、サマータイム、ナイター、ミッドナイトの各レースをご投票いただけません。また、資金移動についても17時までとなりますので、あらかじめご了承ください。なお、インターネット即時投票は全レースご投票可能ですので、この機会にぜひご登録くださいませ。さあ続きまして、はい、ルール説明をじゃあお願いしますかね。はい、では改めてこちらの大人のボートバトル番組ルールについてなんですが、はい、今回も7レースから12レース6つのレースでお二人には船券勝負をしていただきます。6レース、はい、はい、軍資金は今回も各自2万円スタートということで、こちらは全て使い切ってください。わかりました、はい、そして今日もですね、10レースの展示終了時点での高評価グッドボタンの数に応じて軍資金をお二人にはサービスさせていただくんですが、はい、100以上で3000円、200以上で5000円、そして300以上で1万円プラスということなので、300いいねをぜひね、欲しいですね、いただきたいですね、皆さんぜひグッドボタンよろしくお願いします、はい、お願いします。ちょっと皆さん早めにね、もうぜひ押しておいていただきたいなと思います、うん、そうそう、はい、レースが盛り上がってくると、ね、だんだんみんな忘れるんですよね、うん、そうあ、みたいな、確かに砂浜チャンネルさんはもう押しといたって言ってくれたので、ありがとうございます。今31いいねなので、うん、まだまだここから10レースの展示までですね、そうなんです、展示終わりまでに300達成すれば、はい、そこで1万円軍資金が増えるということ、はい、かなりでかい、いや1万円大きいですよ、でかいです、1万円と1000円をずっと取り替えますからね、はい、そうですよ ね、かなりですよこれは、欲しいはい、ぜひね、皆さんグッドボタンも、そしてチャットの方でコメントもどしどしお寄せいただきたいと思います。さあ、それでは、まあ、6レースがこの後始まるんですけれども。6レースもね、ちょっとね、近藤さんなんかはちょっと予想してみて、はい、ちょっと準備運動なんかしてみます。あ、そうです ね、ちょっと久しぶりですもんね、はい、はい、したいです。締め切りは19分までなんですけども、まあ、僕ら今回はあくまで予想だけにしますけども、うん、6レースちょっと見てみましょうか、はい、ちょっと下関のね、ここまでの決まり手、はい、結果もおさらいしてみようかなと思います、うん、結果一覧で、お、お、なるほど、163134、わすごい、あでも365なんか、あ、ほらやっぱ満州券出てる、満州券出てますね、365、すごい、365っていうのがなかなか出ないっていうのがもうなんとなく分かってきたんですね、6と5入ってくるのなかなかないですからそうです ねそう、なかなか出ないような目ですもんね、365、こういうのを100円ピンって入れとくとおっってなるからね、満州券に100円入れた人はなんで1000円入れなかったんだろうと思うんだね、いやそうなんですよねそうですよね、すごいよね、あるある、でもやっぱ1、3系は強いですね、あー確かに、1と3は全部絡んでますね、ね、あ、3レースが1がなかったぐらいっていうことですよね、何が起こったんでしょうねさあ逆に6だと近藤さんなんかどう思います？6レース、そうですね、6レース書いてみようか、はい、はい、で出走表、昨日一昨日とかはあれでしたよね、コース取りがちょっと難しかったりしたでしょ、そうなんですよね、動いてくる選手とかがいたり、12レースなんかちょっとモーターがもっと粘りがあれば順位が変わってたみたいなところもあったんで、でもあ A1 の選手結構出てますね、あそうですね、6レースは外の3人が A1、4号、6号手が A1 ですね、145とか146とかあるのかな、データ、枠番別加工10層データなんですが、うん、近藤さんこういうの覚え、なんとなく覚えてますかね、はい、なんとなく、なんとなく、そう、それぞれの枠の時、1号艇の時の過去10層のデータですね、金10層、うん、で、1号艇の大賀選手を見ると1着が 1,2,3,4,5 本あるので、まあ、まずまず1号艇で勝ってるっていうことですよね、まあとりあえず帰ってみましょうか、はい
これ、はい、でも分かんないよね急に。あ、どうも。あ、そしてこれ新概念データなんですけど、はい、この黄色の枠がスタート展示でのコース、進入コースになるんで、これちょっと動きがあったみたいですね、うん、4号艇の正木政権選手が2コースに入ってきてるみたいです。これは1コース1着率っていうのが、その選手が1コースの時に過去1年間1着率が何パーセントだったかというデータで、大賀選手は 47% なのでちょっと低めですね。全国平均が画面下の 55.1% なのでちょっと低いです。で、正木選手が2コースの時 1号艇の選手が逃げているパーセンテージというのが 53.8% なので、こちらもまあ半分以上が逃げていると。そして辰馬選手のデータがかなりいいですね。5コース過去1年間で11勝を上げていると。お、そういうことか。はい、5コース得意ってことですね、そういうことですね、辰馬選手。で、あくまで、おお、なるほど、6号艇が中野選手が結構いい数字出てますね。いい数字出してますね。展示情報、展示タイム、一周タイム、回り足タイムがトップということですね。この見れば見るほど悩み始めるという、はい、このね。あ、砂浜チャンネルさんも中野の6コースは3着までに残るがうまいよ、 2,3 着つけてみようと言ってますね。そうか、ありですねそれはね。あ、せいちゃんさんももし誕生日の6月15日の615を狙うならここかも。6月15日誕生日の方いるんですか。はい、あ、6月15日はい、今野さんが6月15日だった。はい、私です。じゃあ6月15日はあるかもね。え、なるほどね。6月15日完全に誕生日フォーカスできますね。そういうことか。6月15日来たらかなりつきますよ。確かに、まあ、それにしちゃおうじゃ練習ですけどね書く分には全然いいと思います。ねえ、はい、マー君さんはアンナさんがたくさん当たりますよね、うん、って言ってますね。ありがとうございます。いや、どうなんだろうね。でもどう、まあ、とりあえず練習で1流しからこんな感じですかね、はい、とりあえずここは様子見ですかね。様子見です完全に、うん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 、まあ、154、145ぐらいは来るんじゃないかなと思って、うん、あとは12か142かはい、146というのを入れてみましたけども、はい、結構6が結構皆さん、はい、うん、ね、注目どころですよね、うん、そうですね。さあ、昨日の月が、私の月が残っているんでしょうか。いや、6分の4がすごいですよ、本当に。じゃあ私はとりあえず練習なんで、はい615入れました。おー、615 615入りました。はい、いやでもこれ入ったら買っとけばよかったってなるやつだ ね、 ね、あと4、412、やっぱ、はい、412がちょっと期待したいなっていうところありますね。はい、1からの場合は124ですね、はい、これじゃあ結構オッズ割れてるのかな。割れてますかね。割れてそうな気がしますね。なんだか河野さん、この3点買うときはいくらずつ買う予定にしてる、いつも私どうしてましたっけいつもはどうしてました。私いつも、あ、でもそんね、300とかですかね。もうちょっと最初は結構チキって久しぶりにチキったって聞いたら300円はいないですよね。300とかで、ね、あ、もう最後までいやかけなきゃってなった時にもう1000円台で、はい、うん、っていう感じです。楽しみだな、はい、初めチキる感じもちょっと楽しみだなさあ、うんうん、156ボックス、456ボックス来るかなと。ねえ、456号艇が A1 だから456ボックスも全然ありますよね。うん、太陽さんに質問です。うん、うん、船券を買うときは選手の性格や癖は大切ですか。いや、俺プロじゃないからね俺プロ
能じゃないからね。性格や癖。性格や癖、でもやっぱ初めテストで走る時のはい、意気込みとか、あ、この選手の時の展示の時ね、やる気、そう、あ、やる気スイッチ来てるなみたいなのは結構感じますけどね。うん、なんかものすごい船系のプロの人に聞くような質問が来ますよね。そうですね、まあとりあえず展示終わりましたよね。はい、展示終わったの、これ本番です。本番ですよね。はい、藤森選手は外に出そうな感じですね。ボートレース、下関ミッドナイトボートレース第6レース予選競争開始です。さあ本番も4号艇、正木政権ピット離れ少し覗きながら、正木選手結構インにつけましたね。そうですね、結構内側に入ってきましたが、多分大場選手は1コースは取る、あ、取りましたね、抜けました。そしてこれ船が向けるのが遅いともうインコース取れなくなっちゃうんです。違反になっちゃうので、期待を集めてという正木です。そして2号艇松村コーター、まあ、2コース取りましたね、はい、これは4番あるな、4頭あるかもしれない。6号艇中野次郎、3コース中段に2号艇の松村で、本番もダッシュ 3.4 コース角3号艇の藤森です。2号艇の松村選手もダッシュに引いてるんですね。正木の動きもありながらという本番も同様の並びです。それぞれスリット方向へ先を向けて第6レース予選競争、以前旗の動きわずかに追い風方向ですが、あまり風はないという水面です。第6レース予選競争3対3に分かれて進入インコースから1番4番2番3番5番6番です。3コース飛ばしてんな。スタートしてきました。うち2艇が好スタートです。1コース1号艇大賀に2コース4号艇正木、ね、さあまずは1号艇大賀の逃げ、引いての差しは4号艇正木ですが、大きく遅れを取ってここは逃げています。1号艇大賀2番手相当回した5号艇辰馬優勢、3番手4号艇正木に対して3号艇藤本先見、あるいは6番2番まであまり差はありません。2着3着が混戦してますね。1号艇大賀トップ2番手、5号艇の辰馬で3番手、一気にグエイト6号艇中でやってくる。4号艇正木相当からかわしに行くんですが、やや膨れて3番手6号艇中野が上がって1号6、1番5番6番2周目に入ります。3番手6号艇中野2点進リードで4番2番追いかけて最高は3番です。1号やっぱ6来ますね。2番手5号艇辰馬、さあ6号艇中野が2番手目指して内からやっていく。5号艇辰馬かわして3番手が6号艇中野変わりなく、4号艇正木選手は意外と伸びなかったですね。ただ3番手は6号艇中野2点進リードで1号6、スタートは多分トップスタートいってたっぽいです。スタートは良かったんですけどね。松村最高峰3号艇藤森2周2マークです。3番手の末切り返して4号艇正木やってくる。おお、入ってきた、入ってきた、相当からかわして3番手一気に取り返します。6号艇の中野です。この辺りはさばき的確に相手の動きを見ながら3番手取り返して6号艇中野、最終周回1号6、3点審査の4番手に4号艇正木です。まだ狙ってますけど、まだ狙ってますね。松村3番手6号艇の中野キープで最後の向こう上面1番5番6番です。後続はちょっと2番3番もつれ合っておりますが、上位3点は1、5、6、まだちょっと狙ってますね。さあただ直線ではまた4番手から4号艇マスケがじわりじわり接近はしていますが、1号6で最終ターンマークです。ラストターン、1号艇大賀トップ、2番手5号艇タツマ3番手、ここで入れないかな。6号艇中野が守りました、ね、守ります。1号6ですね、横の選手がきっちり回りました、ね、きっちり入れませんでした。1着は1番五輪、2着5番5番、5番、5番、大丈夫でした。なるほどなるほど。そして少し遅れておりました。今2番ゴーリン、1号6、1号6、ゴーリンですね。おー、なるほど、1号6か、うん、なるほど、外しましたね、うん、めっちゃまあエアーが外したっていうのは、まあ、エアーだから逆にいいかもしれないですね、うん、確かにここで運ですのはね、でも5入れてたから、そう5入れてたから、うん、もう6だったら ねここは 4着でしたね、うん、うん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 、で6 1 5、 あと6 1 5もバラバラだったら、バラバラだったら1 5 6だったもんね。ですね、だからあ、ボックスだったら行けたのかな。あ、そうそうそう、誕生日ボックスだったら当たってました、うん、そう、プレゼントみたいね、ね、お誕生日ボックス確かにボックスだったらあったな、これ。しかも結構ついてる、156,520円もついてますよ。あら、それはすごい。これボックス入れてても、うん、
もう余裕でプラス、そうですね、ボックスは何通りになるんでしたっけ。6通りですね。6通りか、はい、なるほど、なるほど、こういう感じで、はい、まあ、そうなんです。ここから7レースからが、うん、そうですね、対決ということになってまいります。7試合終わったな、これで、うんうんうん、よしよし。でも逃げるっていう想定はバッチリ当たってましたねいや意外と頭は今の6連戦は難しかったんじゃないかなと思うんですけどね。そうですね、結構難しかった。第3メンバー1号艇カノシー、2号艇鈴谷一平。僕この3日間だいぶ見方分かりました。でもいやーですよね、そっか。いやなんか3日連続でこの番組 MC さん一緒ってなかなかないと思うんで。そうです、結構前からスケジュール入ってましたよ。あ、そうなんですね、抑えられてた。そうですね、3、4ヶ月くらい前からここは3日間って書いてあった。いやちょっと杉浦さんがね、もうボートレースだいぶ見えるようになってきましたね。そうそう、なんかねポイントが分かってきました。しかも今節はあのミネ選手っていうね、あ、ミネ選手とっても強い選手がいらっしゃるんですよ今回も昨日ミネ様って言ってました、ね、ミネ様も間違いないんで、だって勝率10割だったはいはい、はい、10割ってすごないすごいですよ、ですよ本当に。そう、万が一で2番目に入れといたのがもったいなかったもんな。あ、もう頭だけでよかったなって。そうそうそう、ミネ頭でよかったです、ね、今日は8レースと12レースに峰選手登場しますね、さあ次の鈴谷くん、鈴谷選手ですね、鈴谷選手ね、2号艇が、ああこれか、次の7レースですね。はい、7レース、ここからがちゃん、あ、もう始まってますね。はい、はい、展示が、ちょっとなんかみんな抑えてる感じがします。あ、1号艇、ただいまフライングシャンパン、1番、3番、4番、6番フライングでした。またスタート戦場コースだから途中でブレーキ、ブレーキあるんですか、これ。ブレーキはもうエンブレしか、エンジンブレしかないんですよ。もうレバーを離すとエンブレが効くみたいな。これって操船するのになんか免許はいるんですか。一応そうですね、船舶免許が、船舶免許僕持ってるんですけど乗れるんですかね。乗れるかもしれません。すごい。乗ってんのかな。なんかレース場だとそういうなんていうんですか、行動ではないから。あ、そっかそっか。そうなんですよね。乗れんの？プロ専用のとかやっぱりライセンスはいるでしょ、多分。ライセンス、あ、どうなんだろう。だから操船はできるかもしれないですね。レースってなったらね。そう、僕マイボート持ってて。あ、へえ。太陽丸って言うんですけど。すごい。船って登録するときになんとか丸ってつけなきゃいけない。絶対丸なんですか。そう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 。あとみんななんかこうサブロー丸とかなんか言われてるんです。確かに確かに。だから太陽しかないやん。太陽丸っていう船僕持ってますけど、ね。太陽さんが持ってたらもう太陽丸しかありえないですね。そうそう。杉浦丸ってなんか嫌じゃん。ああ、本当に。犬丸すぐできる。船買ったら犬丸やん。すぐ分かりやすい。いいな。めっちゃ分かりやすいやん。マイボートをぜひ表示してくださいね、これ。ね、すごい。絶対犬丸にします。めっちゃいいやん。かこういうね、ジェットスキーとかでもそうですけどね、いいですよね、これね。え、プレジャーボートみたいなやつ。プレジャーボートです。ウェイクボードを引っ張るやつとかに釣り竿をつける、ホルダーいっぱいつけて、魚タも乗せてみたいな。あ、へえ、じゃあマイボートで釣りに行ったりするんですか。あ、そうそうそう、家族で。めっちゃいいですね。クルージングしたりとかやってるんですけど。太陽まで見かけたら手振りますね。どこで見かけるどこかに。どこかで、はい、海の上ですけど、こんな風に見えると思うけど手振ってください、ね、そっか、めっちゃ大きだとね。めっちゃ大きになるんで相模湾に基本になる。最近でも女の子もね、釣りとか流行ってます、ね、釣りガール流行ってますね。確かにそうですね。アンナちゃんは釣りは、うん、アンナちゃんと言っていいですか。全然アンナちゃんで釣りは全然したことないです。はい、父がやってるぐらいですかね。マグロとか釣ってました。いやでも、すごい、海の上の観音小説もあるかもしれないね。確かに船で、自分の船で、ね、自分の船沖まで行ってみたいな。すごい新しいやん。確かにありますね。いや実際でもあるだろうからね。いいね。あ、やべ、予想してないわ。予想しましょう。はい。
まだ時間は減った。あ、全然大丈夫です。全然大丈夫ですか、はい、15分前。全然大丈夫です。あのデータもね、まだこの後紹介していくので。あ、よかった、はい、もう始まるかと思ったちょっともう 3日目ですよ、ちょっと大悟さんペースが。ここはちなみに A1 級の選手は5号艇ですね、1人だけですね、うん、加藤翔馬選手。はい、うん、あ、手振ってって言ってました。あ、書いてました本当だ、まさみんさんが。さあ、数字見てからちょっと予想した方が間に合うみたいなんで、うん、そうですね、データを見ながら。確かに、うんうん、ね、やっぱね、とトークしてると時間忘れちゃうからな7レースがご覧の6選手で、あ、加藤選手も昨日も結構いい成績でしたよね。ね、そうなんですよね、昨日1着2着で全部ここまで3着以内に入ってますね。あ、すごい。そう、ちょっと絡めたいところですね、これは。イケメンの鈴谷選手。ああ、そうなんです。鈴谷選手は峰選手と多分サーファー仲間なので。なるほど、いろいろお仕事のことも峰選手から教授を受けてるはずではありますね。川野選手の1号艇の1枠の勝率高いですね、 9.20、 結構信頼度は高いと思います。予選は結構荒れるんですよね。セオリー通り来なかったりするから。確かにそうか。はい、新概念データの川野選手が1コースの時の過去1年間の1着率 57.5% で、鈴谷選手が2コースの時の1インコースの逃がし率は 56.3% なので、まずまずどちらも高めですね。外の選手で1着がすごく多いという選手は特にいないですね。はい、そして節間今節の成績なんですが、さっきね、杉浦さんが言ってた加藤選手が全てここまで船券3着以上に絡んでいるということ でいい成績になってます。1着取ってるのが1号艇の川野選手と3号艇の武田選手。武田選手はね、初戦1着でしたが、その後がちょっと6着4着という感じですかね。はい、部品交換、モーターの整備もできるんですけど、このレースでは部品の交換をしている選手はいません。直前情報、展示タイムですが、2号艇の鈴谷選手がいいタイムですね。6秒67は結構いいタイムですね。結構いいですか。はい、スタートのデータでは今節、あ、鈴谷選手いいですね、スタート決まってますね、フライングを持ってますが、スタート結構しっかりいってます。そして4号艇の木田選手もいいタイミングでいってますね。2と4がいい、ここは進入動きなかったので 1,2,3 ダッシュが 4,5,6 という並びになっています。情報を入れていくとどんどん迷いますか。迷います。はい、まあ、風穏やかですね、追い風1メートル、晴れということでいいコンディションです。そう、5番頭も結構ね来る気がするんですよね。あ、はい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 、加藤選手もね気になりますよね。そうなんですよ。あ、やっぱりでタイムは2号艇の鈴谷選手が総合的に全部色がついているのでいいタイムが出てます。そわそわするな、どうしようかな。はい、ではデータ紹介してまいりましたが、締め切り49分なのでまだ結構時間はありますんで、はい、お二人はちょっとね、はい、チャットも見ながら悩みながら対決としては一つ目なので、ちょっと様子見て、ね、様子見ていきますよ、行くか、様子見ながら、はい、じゃあ僕はこれにしました。あ、早い早いでももう決まってるならいいですよ全然。はい、もう125のボックスで、あとは来いよ
514で100円で出ました。なるほど。これだと一番人気でもがみらないし、まあ硬いところで純不動で来ても取れるかなと思って来ました。152が今一番人気っぽいですね。 11.1 倍。そうですね、トータルがこれ1200円と1300円です、がみらないですね。はい、まずはここから様子を見ていこうかなと。はい、514だと、あ、47.6倍。いいでしょ。いいですね。おみたいな、なんかありそうな、なんかありそうだよねみたいな、来そうな感じの中穴。そうそうそう、中穴狙いです。中穴狙い。さあこれでどっか、なんか、ね、まず一回取りたいんですよ。あ、で、そうですね、気持ち的にスイッチを入れて、はい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 、今日の流れ来たみたいな、やっぱあるじゃないですか。1個目当たるとすごいこうホッとしますし、風が吹いてるみたいなね。ちょっとだからボックスで風を狙ってみました。よもぎもちさん、太陽くん良きって言ってますね。あ、良きですか。ねえ、でも1300円ならボックスできますよね。だいぶちょっと様子見な感じですね。そうです。ちきってませんか、大丈夫ですか。ちきってないです。急に500円とかいったらこれ大変なことなんで。そう、8レースにね、峰選手がいるから、そう、ちょっとここをがっつり行きたいところもありますかね。8レースと12レースにちょっと安牌のいらっしゃるんで。でもそういう時に荒れるともう大変なことになりますからね。はい、峰さん、お、決まりました。お、マちゃんが。はい、私もちょっと1245のボックスにしました。あ、4点ボックス。はい、なるほど、24点ですね。はい、24点買い。おー、ちょっと4も外せなかったから、4、あー、幅広く行ってみようかなっていうところで。確かに、ね、これがみちゃうかな。がみちゃいますね。ですよね。まあそうだね、最初だからね。当たってほしいなっていうところで。なるほど、かましますね、でもね。はい、ガミるところはしょうがないから、はい、そうそう、ガミ上等。で、違うところが組み合わせによったらすごくいいところがありますからね。確かに、点ボックスって。そうですね、1245ボックスは結構いきましたね。はい、でも硬いよね。硬いですね、はい、鉄壁だよね。ちょっと鉄壁ちょっと荒れてくれたら。ちょっとね、そうですね、荒れたら514もそうやけど、あ、そうですね、ちょっと荒れてくれたら、そうですね、大きくトンとこう返ってくるから、そうなんですよ。下関って結構その24条全国にある中で結構インが強い、1号手が強いレース場なんで、荒れるとかなり後輩とかつくみたいなところもあるんですよね。そうか、1号手が取れない場合ね。そう、人気が集まる分穴が出る時がドカンときますからね。確かに4あるな。ねえ、あるな、4。もう全然全にしたいですね。全然にしたいよ、それは。全然でもガミに隠せればね。もう難しい。全然1万2000円ですもんね。120通り。いきなり7レースで。急に窓は。急に。月2万円なのに。全然。でもそれでもね、プラスになる時はあるんですけどね。確かにそうですね。マーシュケ見るとプラスですけどね。そうなんですよ。全然は買ったことないですね、私も。でもちょっとね、やっぱこういう、あの、怖さもあった方がドキドキする。そうですね。レース中に。いや、そうなんですよね。でも保険も入れときたいやん。保険入れすぎるとね、配当なくなっちゃうから。そうそう。なんで杉浦さんのこの買い方はすごく、いや、すごい、すごくいいですよね。ガミらずに。そう、ガミらない、ちゃんと抑えるところをきっちり抑えて、いや、でも僕4来たら終わりなんで。4来たら終わりなんで、アンナちゃんの、そっちめっちゃ気になってる、めっちゃ気になってる。入れた瞬間24通りになっちゃうからな。そう、でも4頭来たら結構美味しいですね。いや、4頭はでかいね。60倍以上全部ありますね。いや、まあまあ、まだ7レースですから、はい、ちょっとここはもう安全に、ミスってもまあ次があるやぐらいでね。そうですね、ちょっと抑えめにはい行ってる
アンナちゃんは2400円いきます、ね、はい、あ、125のオッズが下がってきましたね。あ、そう、あ、本当だ、10倍切った切りましたね。うーん、切っても大丈夫だな。そうですね、まだ今のところ大丈夫、まあ、少しでも楽しめれば。いや、昨日の12レースの盛り上がりすごかったですね。いや、本当は取ったら、うん、はい、ハルピ先生は7万、8万取れてたから、うん、うわー、それは燃えてた、すごい、ね、うん、絶叫してますよね、ハルピすごかった。急に最終レースで高額持って帰るみたいなね。いや、でもありますからね、本当にこの番組でも結構後輩と当ててますんで、うん、当ててます、当ててます、当てる方は当ててます。どちらかというと主にゲストの方が当ててます。なるほど。うん、冒険してほしいですね。冒険ですね、これはね、まあ冒険しないと当たんないですしね、やっぱりね。まだ冒険はしてないですね。今してないです。手堅くいってますもんね。手堅くいってますね。だいぶまずはね、まずはまた下がっちゃった。125、わあ、本当だ、ね、どんどん下がってくる。本当だ、もういいよ、うん、もう下がらんでいいよ。そうなんですよね、買った後にどんどんオーツが下がってくるとドキドキドキするというか、ドキドキするし、ガミっちゃうし、はい、うん、いや、ちょっと待って待ってってなりますね。待って待ってでもうなってるかもしれない。持ち直してもうちょっと、まだ時間がありますからね。はい、49分締め切りなのであと3分ぐらいですかね、はい。はい、まだ買ってないっていうね、あの視聴者の方はお早めに買ってくださいね、うん、ちょっとタイムラグがありますからね。ハルピ先生、ハルピ先生爪痕残してるもんな。先生って呼ばれちゃってるもんな。俺が先生って呼んでたから。いや、マジなんか勉強になったもんな、本当に。今日もね、アンナちゃんが外、穴も今日は狙ってみますか。そうですね、どこかで、どっかで、ね、勝負に出たいですね。カシュー君に勝ってるってことはね、もうそうですよ、アンナ先生になるかもしれない。先生ついちゃう、先生ついちゃいますよ、これは。そう、2日間とも前回のね、5月の時は1万円以上残金残して勝利してたんで、アンナちゃん、うん、じゃあしっかり取るとこ取っていったんですね。なん、はい、なんとかですね、はい、今日もしっかりと掴みながら、はい、頑張ります。今日他に615が来るとこあるのかな、615来そうなところね。9レース怪しいかもね。あー、確かに。8は、あー、8はね、峰選手が4号店なので、そっか、4号店確実に3番以内にはいるから。確かに来たらでもとんでもなくつきますね。そうですね、とんでもなくつきます、とんでもなくつくと思う、うん、もうなんでなんか100円とかで買ってもいいかもしれないですね、とんでもなくつくと思うんで、確かに5万周券ぐらいつくかもしれない、うんうん、もっとつくかもしれない、もっとつく、もっとつくと思います。確かに、それか11レースとか鈴谷選手、うん、もう、あ、絞り込んでみてもいいんじゃないかっていうお告げも来てますね。あー、みちさん1から2、3、3、4、5、まあ、でもし絞る、いや、でも2、1のパターンもあるからな。いや、あります、あります、うん、普通に、うん、で、5、1もあるから。この加藤選手がね、 A1 から外からガッと入ってくるかもしれないし、5、1、2あるかもしれない。いや、そうですね、51にもあるかもしれない。51来たら25倍ですから。おお、すごい、急に、いいね、急に5000円入ってくる。ねえ、皆さんどうですかね、ここは。みんなはどんな買い目かな。ねえ、21あるよって。あ、そう、2号艇鈴谷選手展示タイムも出てましたしね。21ありますね、全然あると思います。アンナちゃんやっぱり広いね、やっぱり広いですね。どこが来ても大丈夫よぐらい。今の話聞いてたら、あ、ちょっといけるんじゃないって思っちゃいました。どこでも入ってくるもんね。うん、確かに541でも245でも何でもいいのか。はい、何でも大丈夫。何でも一応ね、大丈夫です。3と6だけ、はい、3と6だけ、3と6が絡まなければ OK と、うん、はい、いや、でもこれ硬いね。
いやアンナちゃんはねどこか当たりそうだけどな。そうでもね、が見てしまう場合 もが多いかな、の方が多いんで高みが来てほしいですね。間違いない、24倍以上が見るから、ね、そうなんですよ。なのであそこはねちょっと残念かな。1、2、3でも元帰ってくるからね。あ、3来たらあかんよ。そうなんですよ。あ、危ない危ない3ないんです。変な予言したらあかんよ。1、2、3は入らんとき、もう数字だけ見てね、あ、いいじゃんって思ったけど、ね、聞いてないわ。うん、そうなんです。2がね、ちょっと怪しい時もあるからな。うん、あ、鈴木さんがけど2コース成績悪いんよなっていうコメントが来てる。鈴谷選手の2コースがあんまり成績が良くないんですかね。へー、銀坂さんは2頭ですね。本当だ、2から3、4、5。本当だ、3、4、6のボックスって言ってる人もいますね。3、4、6ボックスは多分つきそうですね。相当つきそう、穴狙いですね。今まで一番高額配当はどのぐらい取った、アナちゃん。え、前回の5月でもそんな、バコーンっていう大きな配当はなかったと思います。じゃあ今日か。今日だと思います。今日来ますか。鳥肌立つぐらいの高配当はないです。まだ体験したことないです。最後にね、やっぱノルマがあるから、ね、そこでポンって入って。私も発狂したいです。ね、5000円の、ね、5000円の40倍とかね、来たら20万みたいな。いやでもこれも吹っ飛ばして抱き合いたいもん。これもいらんわ。やったーって。これはなるよね。そうなるよね。なるなる。そう。井上さんはやっぱあります？あ、私一番大きいの5万周ですね。5万周取った。はい、プライベートですけど。すごい。100円だけ買ってたやつ。まあ、100円でしたね。燃えるでしょ。いや、燃えました。燃えました。5万周は燃えるでしょ。でもその時頭で総流ししてたんで、あの頭決めて全だったら20点買ってたんですよね。なるほど。はい。なんで、もう頭がもうその人だった時はもうあとは誰が来てもっていう感じだったから。そうかなるほど。なるべくいい配当ついてくれって思いました。なるほどね。頭決めてよくそこに満州があったの。いや結構 5頭だったんで、その時買ったの5流しで買ったんで、結構ついてたんですよ。確かにの峰選手の時は峰選手頭で全でもいいかもしれないですね。なるほど。もうそこ決まりで、はい、ちょっと間もなく締め切りになりますので、ちょっとお知らせをご覧いただきたいと思います。はい、こちらですね、現在人気アニメオットタクシーとミッドナイトボートレースがコラボしております。ツイッター投稿で Amazon ギフト券1000円分を150名様にプレゼント、さらにはオットタクシー木下漠監督の書き下ろし T シャツが当たります。詳しくはミッドナイトボートレースホームページをご覧ください。はい、続いてこちらはボートレース下関公式 YouTube ではオッズタイムが生配信中です。今日のゲストは辰川光雄さんが登場しているということですね。ぜひこちらの方もチェックしてお楽しみください。同時配信なんですね。そうなんですよ。だからテレビで YouTube これつけて、スマホでこっちつけてみたいな。そうですね、パターンもありですよね。はい、そうそう、両方見ながらみたいな、臨場感あっていいかもしれないですけど、やっぱボートレースはね、こう生でライブで見るのが絶対に、面白いですからね。生配信面白いですね。一緒に勝ったりしながら、412421が100倍超えたよと。おお、じゃあアンナちゃんのこの4頭、4点ボックスの4頭来たら、お、満州、満州出ます。いきなり満州、いきなり満州来たらもう先生って言うよ。もうそうですよね、師匠になる。急に師匠になる。いきなり師匠。いや楽しみですね。はい、視聴者の方も今まで自分が一番高配当だったのとかいくらとか、ね、1個来てましたけど、100円で20万ってありましたけど、ねえ、すごいな。いやこのぐらい取ったよってなったら、ぜひコメントお願いします。
10万周とかはね、ちょっとなかなか10万周見る機会もないでしょ、なかなか出ないですよね。いや、どうやったら買えるんだろうって思います、本当に。いや、もうでも誕生日とかじゃないですか。いやそうですよね、でも結構本当にプロっていうか長年ボートレースやってる人がそういうの取ったりするんで、そう、ちゃんとなんかその人の中でセオリーっていうか理由があって買って10万周すごいなって思います。狙いに行ってるってことですよね。それって来ましたよ、ほら、はい、1641万円で150万っていうのがありました。すごっ。あ、1万円でね、なるほど、1万円持ってたんだ、すごいですね。勝負師ですね、丸亀で7万。あ、3が遅れちゃった。3が今ピット離れ、ピットから出るところで遅れてしまったんですが、なんだって。でも3はね、2人とも勝ってないので、はい、取りに行きますね、コースを。ボートレース下関のちょっと並びが変わりました。変則的になるかもしれないですね。それに乗って加倉選手もちょっと動いてきたのかもしれない。6号艇加倉あたりも一旦入れさせまいという動きも柔らかく見せたんですが、結果的には3号艇武田定番付近はどうやら入ってきそうな形です。じゃあ変わらずいきそうな感じですかね。そうですね、この感じなら大丈夫かな。さあ2コースも定番通りとなるか。2号艇鈴谷一平、川野の相手として注目。3号艇武田博樹は回り込んで定番3コースを主張に行こうかという構えです。そして4号艇の木田峰幸、4コース後方角、5コース5号艇加藤翔馬に大外、6コース6号艇加倉雄星です。第7レース、そしてこの後第8レースは今日の峰竜太1走目が控えているという状況ですが、その一つ前のカードは第7レース予選フクール特賞です。結果的に3対3の枠なり、進入はインコースから1番、2番、お願いします。4番、5番、6番です。1、2、5、スタートしてきました。バラケダスリット4コース4号艇木田あたりがスリット的にはやや優勢ですが、1号艇カーノム先に回る体勢には持ち込んで、3号艇武田がマークしてみる、前に出して4号艇木田、あとは2号6、さあ4号艇木田のマークリ出しが伸びてくる。1号艇カーノムを捉えるか、捕まえています4号艇木田。1号艇カーノムに対してねじ込んでいく4号艇の木田、1号艇カーノムを突破する。6来たら大変なことになるよ。ほとんど差がなくスタートは前提4は行け、だけど6が来ないで。外から来てるよ。角倉がわずかに優勢も外5番、内2番と控えて3番接戦レースは2周目。待って、5でもいい、4号艇は4番、1番、3番手争いを内から2、6、5の、あなた取っちゃって、もうこれは4号艇の木田がトップです。2番手1号艇川野、3番手1号艇鈴鹿にやってきて、6号艇角倉が外から2周目、うわぁ、こう来たよ、こう来ちゃった、よかったね。415で最後の向こう上面です。いや、いいとこ来てますよ。74.9倍を示しております。4号艇1号艇5号艇で最終ターンマークです。いいよ。4号艇キラーミネユキトップで最終ターンマークの旋回へ向かいます。来たよ。2番手は1号艇カーノン、ちょっとこれなかなか荒れたんじゃないですか。4番1番5番上位3手、4番1番5番、これは1着は4番アンナ先生、ゴールイン2着1番アンナ先生、これ取ったんじゃないですか。うわ、取ったね。嘘、おめでとうございます。うわ、これ荒れたからしっかりいったんじゃない。どうだったんだ。一つ目から74倍。おお、初めてかもしれない。いったね、もしかしたら。あ、いい配当でした。これまでで、これはお見事、お見事ですね。これで終わるわけにはいかない。あ、終わっちゃダメなんですよね。いいスタートを切ったということですね。そういうことですね、わかりました、はい。さあ、配当がはい、もうすぐ、ね、70倍以上いってましたから、初めてかも。いやー、すごーい。そうきた、すごいね。
4点ボックスが見事大正解。確かに。はい、3連単4157490。うおーすごーい。じゃあちょっとアンナちゃんのグッドボタンのぜひね、はい、お願いします。お願いします。いや、初戦から来ましたね。初めてかもしれないです。やっぱ予選は荒れるんだわ。そういうことなんですね。あ、いや、いい配当。そっか、なるほどね。これもこうしとけばよかったな。なるほど、こっちゃったな。確かにそういうことか。こっちやったとるかな。はいはいはい、なるほど。はい、では次は8レースです、ね、これはいいねを押さざるを得ないっていう。いやー、そうですよ、皆さんお願いします。すごいね、24通りでしっかり買って大きいの取ったからね。ねー、しっかり買ってね。いや、もう7000って言ったらもうほぼ満周限よ、これ。そうですよね、マジで初めてよ。嬉しい。いいのしましたって。ありがとうございます。いや、すごい、ほんとほんと。他4手マイナス 0.5。 さあ、さあここで来ました、ミネ選手。ミネ選手第8レース、これも、はい、これでも波乱は起きるのかな、しかも進入固定ですもんね。ここはもうコース動いちゃダメですよって決まってるレースなんで、ミネ選手が、まあ、しっかり4コースの角を取れますし、4角のミネ選手ですよ。もうここはもう揺るがないですね。フィックスさん、私は基本記念戦線しか見てないんですけど、ミネ選手は最近調子いいんですか。今節はね、もうバリバリ取ってますね。2着、1着、1着、1着ですもんね。このまま準パーフェクト V まで行きそうな勢いですよね。第8レース進入固定戦スタート。ここはちょっと1番、2番、3番ダッシュ、4番、5番、6番です。なんでこんなに強いんだろう。すごくない。あ、いいですね、いいですね。ただいまのスタート選手は1番、4番フライングでした。またなんかやっぱりここまで2日間見てて、杉浦さんもこうミネ選手の実力がやっぱりだいぶすごいんだなっていうのはやっぱり実感。もうなんか開通としては悩みが減るじゃないですか。ああ、はい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 、ミネ頭みたいな。そういう面ではすごい信頼感はあります。ああ、なるほど。もうこれ外したらしゃあないってなるから。うんうんうん、ただその分オッズも下がるんですよ。まあそうですね、みんなそうだから。そう、人気ですもん、ね、手堅く取るという面ではいいのかなと思いましたね。これでもミネさんがいたら周りの選手も緊張やっぱするんですかね。あ、ちょっと負けてもええかなとは思わないでしょうけど。思わないとは思いますよ。もう挑んでいく気持ちだと思います。逆に抜いたるみたいなところ多分あると思うな。なるほどなるほど。ね、もう定界ナンバーワンみたいな感じで言われてるから、そのミネ選手にどこまでこう、挑めるかみたいな、気持ちもあるかな。ここからの2着3着が難しい。そうですよね、みんなその気持ちで来るわけですもんね。だからそのミネ選手に挑んで、はい、後ろが荒れるパターンあるから、ねえ、確かに確かに確かに。かといってボックスにしちゃうと、ガミるんだよ。もうそう、ボックスはね、なんで2、3着ボックスとか、頭は固定して、ミネ選手は頭にして2、3着ボックスだと、何通りなんだ。6通りです、それも2、3着に来る人を3人選んで、6点です。6点か、でも6倍つくかな。まあそうですね、ちょっとオッズ次第ですよね。ここで言うと4、1がやっぱり人気になると思うんで、ダゾーミネと思う人も多い。うん、あ、やっぱそうなんですよね。でも進入固定だと1号艇が逃げやすいっていうのもあるのはあるんですよね。でも3着ぐらいがめちゃくちゃ難しい。本当に。確かに。あ、砂浜さんはもう1、4ってしますね。1が逃げると。1逃げるパターン。そう、絶対はない。そうなんですよ。絶対はないんです。絶対ないけど、もうあれですね。
多分一番人気は2連だと4-1でしょうね。うんですね、うん、はい、確実に4-1が何倍つくかですね。必ずしもそこが勝ちとは限らんのよ。鈴木さんもマリーの逃げあるよって言ってますね。絶対はないが1着か2着のどっちかにしか思えない。ですよね、ですよね、ですね、ですね。1が来る確率ある？あると思います。あります、あると思います。ミネさんが2番、あるか。はい、では1レース終わってお二人の残金も見ていきたいと思います。はい、うわ、はい、急にもう2万5000円。本当もうすごい。アンナちゃんがね、今の7000円台当たりましたね。25,090円。そして太陽さん18,700円。あ、抑えたのが正解でしたね。正解ですね、うん、はい、外れたから。ああいうのがあるのよ、初めはね、ちょっと様子見で。そう、まだまだ全然いけるから、うん、だからここを逆にどうするかですよね。ですね、ちょっとニネさんを全面の信頼で流したら2着だったらオール外れになっちゃうから。うん、じゃあオッズも、青ズじゃないや、すいません、データも見ていきたいと思います。データもお願いします。はい、はい、出走表ご覧の6選手、ここはね、ミネ選手今は B1 級になってますけれども、もう勝率が8点台ですから、もうバリバリ A1 トップクラスの選手です。マニワ選手が A2 級ですね。枠番別過去10走データでは、マニワ選手は、まあ、通常1号艇は強いです。 9.40、 発走前から全て1着、現在8連勝中ですね。で、ミネ選手の4号艇は、まあ、3コース進入の時も3回ありますけれども、連絡み多くって1着が3回、うん、でもうち2回、その1着のうち2回が3コースからの時ですね。一号艇あるな、これ。あるな。はい、そして新概念データ、マニワ選手の1コース1着率は高いです。71.4%。そして2号艇中野選手の2コース逃がし率も高い。65.9% ですね。ちょっとデータ見ると気持ちが揺らいできますね。いや、本当ですね。4-1流しかと思ったけど。はい、節間の成績で、まあ、目立つのはやっぱりミネ選手ですね。最初が1走目が2着、その他は全部1着。そう、この連勝、昨日111を見ちゃってるんで、はい、この1じゃないのを見てないから、ね、そして皆さんが気になる1号艇のマニワ選手は2着、3着、昨日が6着ということですね。マニワ選手の船足はどうなんだろう。データ見たら難しい。はい、そして1号艇のマニワ選手が部品交換をしております。キャリアボディという部品を交換したんですが、この部品交換するときってやっぱりあまり良くないから部品交換をするっていうことが多いんですよね。なのでマニワ選手はちょっと昨日走ってやっぱり6着が手応え悪かったんでしょうね。展開が悪かったというよりってことは、戦闘力を上げてくるってことですか、うん、そうですね。でもこの部品交換がいい方に行くか行かないかは何とも言えないんですよね。当たるかどうかはね。ソフィックさんもキャリアボで交換で一変するかもって言ってるんですが、するかもしれないし、しないかもしれない。タイムもね、この後のタイムもちょっと参考にしながら。はい、でその展示タイムですが、マニワ選手1号艇にしたらあんまりタイム良くないかなっていう感じですね。6秒82なので3番手のタイム、
すごく悪くはないですけど、いいとは言い切れませんね。峰選手が展示タイムは一番いいです。わかりません難しいですねこれは。難しいです、ね、スタートですが、スタートはちょっと3号艇の松浦選手が遅めということなので、3号艇はちょっと遅れるかもしれないですね。その他の選手はそこまで差がない感じですね。はい、ここは進入固定なのでコース取りはありません。1フタ3のダッシュ456。あ、森本さんがマニーコメントは良くなかったって書いてくれてますね。ありがとうございます。ミネ君の隣よ隣ってことは5号艇の選手の方が展開があるんじゃないかっていうお話ですかね。結構ある、そうなの、ね、結構あるな。攻めていく右隣の選手は結構展開が向きやすいっていうボートの、あーなるほど、はい、セオリーがあるんですよね。でしょ、なるね、これ。今1からのオッズは142が 9.6 倍、4頭は412が今5倍ちょうどというオッズですね。なるほどね。もう可愛く言った方がいいのかな可愛く、言い方も可愛いですね。いいですね、言い方が可愛い、言い方が可愛く、こうドカンと突っ込むのは危険かなということですか。そういうことですね。なるほど、さっき負けた分を取り戻せたらいいなぐらいにしといた方がいいのかな。満州券が出そうにないので、はい。そして展示情報ですが、ここはあんまり偏ってないですね峰選手展示タイムは良かったんですけど、その他のデータはまずまずといった感じ。3号艇の松浦選手が2項目でトップタイム、真庭選手はトップタイムはないですね。1周タイムが2位。さあということで、データを見てたらどんどんちょっとね迷うところもありましたけど、8レースの締め切りが15分です。15分か、あと7分しっかり悩んで、いやこれあるからな。さあ、え、難しくないですか皆さんグッドボタンの方もねよろしくお願いします。今100いってるんですが、ちょっとねペース的に危ういので、まだグッドボタン押してないよっていう方はぜひ押してください。グッドボタンお願いします。次取ったらお願いします。特にお願いします、ね、7レースでアンナちゃんがねしっかりいいところを当てましたからね、はい、7000円台を当てましたから。いやこれとりあえずこれでいいかな。はい、お、はい、もう本命を流しながら461も入れときました。461はまずまず良さそうですね。1号手がちょっと調子悪いかもって言ってたんで、6が来てっていうパターンもありながら、ドカタク行きたいですね。412で500円で、はい、さっきの分を取り返すみたいな。はい、412がね今5倍とかでしたよね。でも2500円でしょ。あ、そうかそうか、そうですね。さっきの初めの分が帰って、確かに、お帰りみたいな、ね、確かに確かに取り返せるいやでもさっきの波乱があるのよね。この一応でも硬いとは思うんだけどで、ここでアンナ先生、うん、あ、なんか絞られ言ってましたか、はい、あ、なんか決まってきましたね。決まりました。私は決まりました。4頭にして、はい、1、2、1、2、5にしました。おー、どうしよう、5か6か迷ってるんですけど、これわからないです。私は3着よ、はい、あー、なるほど、あー、そこね、確かに悩みどころですね3着悩むよ ねっていうところにしてみました。手堅いんじゃないですか。うん、500円ずつ、うん、2人とももう4頭、もう峰選手もうかけ、もうかけですか、もうこれもデータにとって、ここは1号艇がちょっとね、あのパーツ変えてたんで、はい、
まあ、2着に入ってくるか3着かなぐらいっていうふうに思ってね。確かになんかコメントでも峰選手の4コースって実はあんまりこう成績が良くないとかイメージあんまりないという人もいたんですけど、ここ3号艇の松原選手が確かにスタートちょっとへこみそうっていうのがあるんですよね。で松原選手3号艇がへこんじゃうと4がものすごく攻めやすくなるので。なるほどね。そうなるとやっぱり4なのかなって、4なのかなって思っちゃいますよね。確かにします。ターンの入り方がえぐいもんね。おー、もうそこら辺も分かってきましたね。いやもう角度がそっから来んのみたいな。いやそうなんですよ、モンキーターンみたいな。そうなんですよ、やっぱりボートレーサーの上手い下手、上手い下手って言ったらあれですけど、まあ、上手い人っていうのは、ね、もうやっぱりターンなんですよね。あそこで波を避けながらスッと抜けるところですよね。でちょっとこう回りながら最後の方に船を浮かせて、うん、ウィリーしてより進むようにさせるみたいな技術とかがあったりして、でもやっぱり上手くないとそれって転んじゃうんですよね。なるほどね。すごいスピードで回ってるところをここへ先を浮かすわけですから、そうか、クリーンってなりそうなところをうまく回るっていう、転覆するギリギリのところを狙うんだ。そうです、そうです。いやーねー、え、杉浦さんとか結構スピード出る乗り物お好きですか？あ、結構好きですね。でもちょっと家庭を持ってから怖くなりました、ね、いや本当に前は普通になんか、はい、あの絶叫系とかも好きだったんだけど、ちょっとやめとこうかなみたいな。さすが大黒柱。そう、そう、もうスカイダイビングなんかちょっとわからんと思って、バンジージャンプとかちょっとやめときますってなるよね。お化け屋敷は大丈夫なんですけどね。あ、そうなんですね。そうそう、あれはってね、怪我しないから。そうですね。そうそうそう、あの心臓がドキドキするぐらいのね。そうそう、心臓ぐらいだね。あの先生は、はい、私は絶叫早いのちょっと苦手ですね。あ、はい、苦手なんだ。苦手です。ジェットコースターとかもあんまり乗れないです。へえ、はい、でも富士急好きなんですよ。あ、そうなんですか。うん、ドドンパとか富士山とかね。めっちゃ怖くないですか？あれはあれ、ああいうのは好き。あ、そうなんですね。え、じゃあ、じゃあ結構いけるじゃないですか。いやだからジェットスキーとかさ、はい、はい、海の上で、昔やって肉離れしたことがあって、そういうのが怖い。スノボとか。そうだから波とかでさ、はい、こうジェットスキーでもバーンとこう行って、なんか歩けなくなってみたいなことがあったから。自分で乗るのではもうひたすら安全運転。安全第一で。安全第一です、はい、間違いないです。だからこういうボートレース、あ、何ノット出てる、何キロ出てるんだろう。ですね、まあ、80キロ。 80? で、最高スピード80キロぐらいって言ってるんですけどね、あの直線の距離。あ、そうです、そうです。すごい。あれを80キロで、まあ、カーブするって言ったらよっぽどですもんね。本当に体感はでも100キロ超えてるらしいですね。ああ、そうなんだ。だって自分の体外出てるからね。確かに、そっかそっか、そうですね。あれ、皆さんはお酒強いんですか？あら、森本さんなんで知ってるんですか？なんで知ってるんですか、ね、強いですか？でも好きですね、お酒は好きです。毎晩。そうですね、毎晩。あ、一緒ですね。おうち晩酌。おうち晩酌です。え、アンナちゃんはお酒大好きです。あ、おー、はい、じゃあちょっとお酒を飲みながら妄想して小説書くみたいな。あ、それもありますね、夜ね。何派ですか、お酒は？家だったらビール飲んじゃいます。おー、はい、ひたすらビール飲んで、はい、まあ、もうちょっと飲みたいなってなったら焼酎のお茶割りとかで。あ、緑茶割り。家で。なるほど、大人。麦焼酎。麦焼酎で。麦焼酎で。いいですね、はい、焼酎パターンね。でも大体家にワインも日本酒もストック結構あります。気分で。気分で。はい、今日は今夜は日本酒みたいな日もあるんですね。あ、そうですね、日本酒飲みたいみたいな時もあります。じゃあちょっとそんなアンナ、大人のアンナちゃんからグッドボタンをぜひ皆さんにお願いしていただいてよろしいですか？はい、皆さんグッドボタンお願いします。すごい控えめに手を振ってます。そうなんですね、グッドボタンがね、この後の
あのボーナスに大きく関わってくるので。そうなんですよ。300以上で1万円。あれまだなんでしたっけ。今132で、ま、ちょっとペースが危うい。危うい。132、もうちょっとお願いします。お願いします。300まで。いや1万円は大きいですからね、うん、本当に残り3つでプラス1万円。ぜひ。確かに大きいんですよ、うん、あ、押した。ありがとうございます、うん、ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。目が合ってしまった。うん私と私かな。いいね、生配信ってこういうのがあるからいいよね。今目が合ったっていう。自分は自分の画面見ないからあんまり恥ずかしくないけど、ね、自分で目こう見たら、あ、恥ずかしい。杉浦さんは何飲むんですか。僕はレモンサワーです。あ、レモンサワー、はい、もう糖質ゼロのやつ。あ、缶の缶のやつ。はい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 。が一番なんか多分お酒ってちゃんぽんしたら結構しんどかったですね。うん、そうですね。レモンサワー一択でずっと言ってます、ね。へえ、もう最初から最後まで。うん、はい。おお、氷入れてコップで。あ、そうそう、もうほぼ氷みたいな。へえ。炭酸飛ばしながら飲むみたいな。炭酸飛ばしちゃうんですか。そう、なんかそのまま飲んだら結構炭酸でふわってきちゃうから。あ、はいはいはい。なんかこう微炭酸ぐらいで飲むのが好きかもしれない。いいですね、お酒好きっていう人は結構強いって書いてある。さあ、ここは峰選手が期待に応えてくれるのか。ボートレース下関のミッドナイトボートレース一択ですからね。今節の目玉4号艇で取り上げ峰雄太という形になります。4号艇にかけております。ね、2人とも4頭のみですからね。峰が走るレースは売り上げが格段にアップします。まさに峰雄太が走るレースは全てがメインレースになるといった感じですが。そうなんですよ、峰選手は売れるんですよ。やっぱりメインレースになるんだね。やっぱり新入固定の4号艇というのは峰にとってはある意味レアな選手ですよね。峰選手が走るとやっぱりそこがのオッズが下がるっていう。なるほどね。大注目峰を破って勝利なるか。固定の陰線もちろんマイペースで戦えるという理はあります。マニワの陰線です。2コースは2号艇の中野和弘、3コース3号艇松浦勤。この松浦のスリットというのもさあ峰にとっては一つポイントになりそうですが、松浦としてはしっかりスタート行きたいところ。そして4コース4号艇峰龍太、一気の攻めあるいは巧みなさばき、いずれにせよ勝利期待を集めています。5コース5号艇江頭健太、大外6コース6号艇山田和沙です。さあ来ますよ。第8レース新入固定4号艇峰龍太、4コースに圧倒的注目が集まる中で第8レース4号艇峰選手、3対3のスタイル、インコースから1番2番3番4番5番6番でスタートしていきます。いいんじゃないですか。さあスリットを避けながら内2人の方がいいスタートを打っている4号艇ミネ、それでもまくりに行くか。ここはまくり差しに切り替える。1号艇マニワが逃げるか。4号艇ミネのまくり差し、さらにまくり出して5番、あとは6番2番後方3番も1号艇マニワが逃げています。逃げてます。逃げてます。2番手に人気の4号艇ミネ、そして3番手争いは5番6番甘さから後方2番最後方3番スタートは前提正常でした。1号艇マニワに対して4号艇ミネがスピードを見せつけて外を襲いますが、1号艇マニワしのぐ、2番手4号艇ミネ、3番手は6番の番の争いですが、うち6号艇山田が優勢。146レースは2周目、一定審査の4番手に5号艇江頭です。後方は離れて2番最高峰3番1号艇マニワトップで2周1マークへ向かいます。2番手は4号艇のミネ、そして3番手は6号艇の山田が優勢で、上位3艇は146、1番4番6番です。1号艇マニワ3艇進入とトップ、2番手は4号艇ミネ、そして3番手が6号艇の山田、後続は5番2番最高峰3番、上位3艇146、2周2マークです。パーツ買いの勝ちだったな。1号艇マニワ2周2マークの正解、2番手差し構え4号艇峰龍太も、おーつい1号艇マニワを捉えた。すごいな。頑張れ。峰がもう1点線半まで来ております。3番手は36号艇山田、もう追試合4号艇峰、1号艇マニワ懸命に逃げるという最終1マーク。さあ4号艇峰最終1マークも勢いを持っての差し1号艇マニワ、4号艇のペースが1号艇マニワがまさに両方に逃げています。上位3艇は146、最終ターンマークへ向かう1号艇マニワ、わずか1点進半リードです。
もう追い仕掛けて2番手4号艇峰竜太ですが、1号艇マニマトップで最終ターン幕4号艇峰の差し、1号艇マニマちょっとロックがあったことが逃げてきた、差しも頑張らない、届かないか、どうやら1号6のまま第8レースです。す1着1番ゴールイン、2着4番ゴールイン、3着6番ゴールイン、あとは2番5番ゴールイン、そしてラストで3番がゴールイン、6やったやん。6でしたね。懐かしいだけどすごかったですね。なんかいやすごいです。こうやったここやったな。1個足し多いですねそう勇気がなかった勇気がなかったよ。いや残念だけどそう今日当たらんな。すごいレースだった。いやすごかった、デッドヒート。いや面白かったですよね。いやもう外したの分かってたけど、うん、面白かった、燃えた、うん、燃えましたね。あともう一周だったら抜いてたかもしれないですもんね。分かんないですね、うん、展開が。はい、3連単146は1310円、5番人気ということになっています。でも買っている方いらっしゃいますね。そうですね、取った方いらっしゃいます。うん、5番人気なんでまあまあいいんじゃないかな、うん、当たりましたって人いますね。お良かった、当たった方もいる。あ、でも、うん、やっぱり硬いところが来ましたね。いやいいレースだったって皆さんも言ってますね。確かにいいレースでした。いいレースだ。ただ当たらん今日はまだ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 2つなんですから、まあ、あと4つありますからね、はいはいはい、これ本命からやっぱ3着が難しいですね。難しいですね。ただいまより第9レーススタート戦時を行います。第1号艇白髪優、ここも動きは市川武、コース取りの動きはなさそうですね。3号艇秋山博一、4号艇伊藤翔太、前半3コースから3着、5号艇下川正文、前半1コースから2着、ここは1が人気になりそうですけどね。6号艇八木大輝、どうしよう。チルトは6番マイナス 0.5、 もう9レース前来ました。他5艇は0、はい、部品交換、うん、いいねをよろしくお願いします。この9レースが終わったらそうなんですね、10の次で終わっちゃうか。うん、10の展示で、はい、10の展示が締め切りなんで何気にね、だんだん時間 が、ね、そういうことですね、時間が迫っております。そうですそうです。せめて、まあ、まず1回100で AI でやっておきます。そうですね、100とりあえず100は100はありがとうございました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。さあ3000円をとりあえずね、はい、ったところで100、さあそう、僕さっきからボックスなら当たりが多いんですよねえ、でもね、こうオッズを見るとね、なかなかボックスが、だから絞りたくなってくるんだね。第9レーススタートレンジのコースは内から当たった時も嬉しいですよね。そう、来たってなんか昨日の勝率に持っていくにはあと全勝しなきゃいけないでも終わり良ければ全て良しパターンもあるからね。そうそうそうなんですよ、うん、12レースでドカンと取り返すっていうこともありますから。ただいまのスタート選手は出て2がだいぶ遅れましたね。またスタート選手コースは1番2番3番ダッシュ4番5番6番でした。引き続きまして第9レース周回展示を行います。柳生選手エンジン良さそうですよって小鉄さんが教えてくれてますね。あ、野球の方が盛り上がってるんですね。村上選手56号おー出たんですね。おめでとうございます。おめでとうございます。2番市川武史、さあこれを9レースでどこまで予想していくかですが、ここはね、6も絡まないですよね。もう1が先が強いんよ。うん、確かにそうですよね。かといってずっと1来るわけもない。そうですね。圭介圭さんが、今野アンナさん相変わらずお綺麗でずっとファンです、うん、ありがとうございます。グッドボタンもね、押してください。よろしくお願いします。お願いします。ミッドナイトは無観客なんですね、まだ、うん、さあ、どうしましょう。皆さんどんな感じですかね。ね、ちょっと今日調子いいよっていう方、ぜひアドバイスお願いします、うん、そうなんですよ、ね、今日すごい勝ってるよ、見えてるよっていう方はぜひぜひ、
やっぱ1位調子いいっすね。うん、岡山生まれなんで、1位はまず確実に入れましょう。うん、地元の。地元。うん、岡山生まれの大阪育ちなんですか？そうです、う、岡山生まれ大阪育ち。でも東京の方がもう長くなっちゃったな。ああ本当ですか。そうですね、18で上京してもう23年24年目。あ、東京24年目ってやばいんですそうかそうか、うん、芸歴25年ですよ。18歳、そう、岡山出身だったの。そう、丸亀製麺、うん、丸亀製麺じゃないやボートレースです、児玉のね、児玉昨日の児玉さんだったからなるほど、ぐちゃぐちゃいろいろ混ざっちゃったそう18歳で上京してくる時ってどんな気持ちでした？いや、もうでも、高校卒業してから行ったから、はい、男なら一度は夢見てこいみたいな勝手に思いましたね。あ、もういけいけっていう感じで。もともと建築士目指してたんですけど。あ、そうなんですね。そう、でもで16歳でデビューしたんで、あ、そう、仕事しながら学校行ってみたいな。へ、そうなんですよ。でも16でデビューして自分の中では早かったけど、うちの妻12歳やから、もう早いなとお客の思います、はい、そうか、そう、16でも早いですけどね。12歳、12歳デビューして、でも僕の方が芸歴上なんですよ。ああ、それだけ年の差があるってことですね。そう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 、6個7個下かな。なるほどなるほど。さあ、それでは2レース終了して現時点でのお二人の残金はこちらです。はい、杉浦さんが17,500円、アンナちゃん23,090円。まだアンナちゃん貯金ありますね、はい、7レースの貯金がありますよ。意外と減ってないな、ね、意外となんか本当、うん、俺うわーとか言ってたけど意外と減ってないわ、うん、意外とですね、全然余裕じゃないですか、うん、まだ2500円ぐらいから取り戻せます余裕です。ここでちょっと波乱を狙いましょうか。おー、波乱を、波乱を。ちょっと9レースのデータ、はい、見ていきたいと思います。はい、はい、出走メンバーからですが、 A 級選手が4人の中で A1 が6号艇の柳生泰治選手ですね、うん、枠番別のデータは白髪選手勝率 9.20、 高いですね。高いですね、うん、まあ、2着もありますけども、うん、1着が、7回ですね、10戦中7勝してます。次が3号艇の秋山選手ですね。ちょっと最近5が多いですね。そうですね、金2走が5着5着と続いているんですが、うん、それまでが全て2着以上、うん、で A1 の柳生選手は6号艇6コースだとちょっとそこまでうーんって感じですね、うん、2、3着が2、4、5回、うん、メンバーにもよる感じですかね、うん、新概念データは白髪選手の1コース1着率は高いです、 70.7%、 市川選手の2コース逃がし率も 52% なんで平均と同じぐらい、うん、柳生選手6コースからの1着は1年間まだないですね。1着はなし、うん、1着ないんですね。でも3着はあるんです、あるってことですもんね。2、3着はあるってことですね。そうなんです。そうか、でアンナちゃんの誕生日615が、うん、615があるならここかなって言ってましたけど、ボックスの方がいいのかな。615だったら結構来るんじゃない、ね、615が来ればつきそうですね、うん、あ、節間成績は柳生選手いいですね、うん、1走目だけ6着大敗でしたけど、その後2着2着1着なんで、このメンバーではダントツの成績ですよね。他1着取ってる人いないですもんね。まあ、ある意味白髪選手が明日までが予選なんで、ここはもう絶対取っておきたい陰線になると思います。ここ1着じゃないと予選突破が厳しくなりそうですからね、うん、気合は入りそうですね。ここは部品の交換はありません、
615あるよこれはい、天神会員は4号艇の伊藤翔太選手がいいタイムが出ています。いやでもそろそろ手堅く取っときたいな。スタートは3号艇の秋山選手がタイミングはコンマ10ですね。でもスタート順はそこまでだから、スタート順で見ると皆さんそんなに変わらないですね。本節のデータでいうとある程度スタートは揃いそうですね。しっかり取りたいところもありますね。これは今 1,3 2連単でいうと 1,3 が人気ですね。 2.6 倍、 1,3,6 が一番人気っぽいですね。はい、コース動きはなく枠なりの3対3でした。どうしようかなこれは難しい。睡眠状況は特に変わっていません。165いく？615か、あ、同じか165、はい、展示情報は1号艇と6号艇が結構いいタイムが並んでますね。白髪選手がやっぱりいいですね。3項目でトップ、展示タイムが2位。柳生選手は3項目で2位ですね。もうね、決めました。私お、もう決めましたもうね、はい、絞っていかんとね、プラスが増えん。はい、お、手堅くいったのと、はい、だいたいこれで8番人気ぐらいまでは取ってるんですよ。315でも316でもいいし、はい、135、136で僕は615買いました。アンナちゃんのお誕生日誕生日買ってきました券をあるからね、7000円、ね、そう、70倍ついてましたね。あ、でも31って結構人気になってるんですね。316とかって、そう、31が結構あったんで、なぜかと言いますと、やっぱ A2 同士の戦いでね、はい、ちょっと逆パターンはあるかもしれんし、やっぱりこう A1 の柳生選手が外からグッとこう3番手ぐらいに入ってくれればね。え、やっぱり 2,3 着としてはだいぶ人気になってますね、柳生選手。全部1と3と6にちょっと5を加えてるみたいな人気オッズになってますもんね。134もある4もありますか。悩ませますね。悩ませますね。これは4でもね、4ちょっと絶対はないから本当難しいですね。絶対はないね。ただ今節の成績はね、伊藤選手だいぶ良くない悩んでるあ、悩んでますね悩んでますね。あれ、これどういくんでしょうか。でもね、7レースでしっかり取ってるからね。いや、そうなんですよね。500円とか、ね、156ボックスが来たら美味しいよって言ってますね。156でもまあまあつくのかな。太陽くん、今日衣装黒でかっこいいってまさみさんが言う。 ありがとうございます。黒でね、もう夜ですから。夜の太陽です。夜の太陽、なるほど意味がわからないよね、どういうこと私もなるほどって言っときながらなるほどでもない言葉言うたら地球の真裏にありますよね。はい、はい、来ました、はい、私も、はい、156、615ボックスを、ボックスコメントでも来てましたね、からの135、はい、135も135押さえてやってみました。難しい。ちょっとね、難しいですよね。難しいですね。156のボックス、3外し。はい。で、3はここにしか入れてないっていう。ね、そうなんですよね。で、3が来た場合はもうその1、3、5の組み合わせだけってことですよね。はい。杉浦さんは
そうか、1331からの56。うん、で316が16倍しか、そう、31がね結構ね入ってたのね、人気どころで。3頭ってことですよね。3頭ですね。ああ、なるほど。いや、そうなんですよね。うん、でも言うてもまあ正解がないのよこれには、うん、レースが終わるまで、うん、全部そう来るから、いや、ボックスにしとけばっていうやつまた来るかもしれないな。そうなんですよね。あ、そこ615だいたいここ線引いとけばよかったみたいな、ね、下の段ボックスやったっていう。そうやね、それあんねんな。あ、3連複、3連複だといくらつくのかな。156の3連複って今オッズどのぐらいだろう。156三連複だったら、あのじゃん、156でしょ。はい、はい、156、はい、なんかその杉浦さんが615、8.6 倍か、8.6 倍か、いや大丈夫っす。いいですか。大丈夫っす、うん、もう615で、615もう誕生日で、もうありがとうございます。まストレートでね、はい、うん、156来そうな気もするね。ボックスにしたな。もう、まあ、ボックスが来た時はもうアンナちゃんお見事っていうとこですね。156ボックスね。ボックスでね、うん、まあ、651とか来たら満州ですよ。615は88倍だから。ちょっと上がりましたね。お、うん、こういうのを1個入れてるとあっってなるから楽しい、うん、100円でも、あ、8800円みたいな。いや、そうなんですよね。80倍って大きいですよね。あ、グッドボタンが、ちょっとそろそろ、ちょっとまだ200いってないですもんね。皆さん、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします、グッドボタン。確かにやばい、これはやばいぞ。ねえ。あと、とりあえず、その、11いるね、200までは。はい、そう。お願いします。お願いします。え、これ今何レース？もう9レースだから。あ、9レース、9レースですね。もうこのレースが終わって、うん、はい、で、次のテスト走行まで。そうです、そうです。がお願いします。そうなんですよ、何気に時間がないです。グッドボタン、確かにこれをポチッと押していただけると。はい、お願いします。ポチッとグッドを押してお願いします。あ、押してるよっていう方もね、ありがとうございます。今日まだ1回もやってないので、200いった、200いった、ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。ね、みんなじらすのが好きですねって。じらしてるのか、じらさないでギリギリでみんなボンボンボンってやろうとしてるのかな。みんな手を振ったら押してくれるようだって。お願いします、お願いします、お願いします。あ、アンナちゃんも手振ってる。押してもうたーって。ありがとうございます。2回目になるよ、2回押さないで。そう、消えるから。そう、2回押した方はもう1回、もう1回押してください。いいね、消えちゃうの。杉浦さんはウインクできるんですか。ウインク。おお、合ってる。合ってます。すごい逆すごい上手です。逆で、ね、逆でもうこの年になると目尻のシワがね、はい、いや、笑いじわいいですよ。おー、ちょっと皆さん、太陽さんがウィンクしてくれました。お願いします。お願いします。いや、本当にお願いします。お願いします。あ、一気に増えたよ。おー、やったよ。ありがとうございます。232まで行きました。すごい、すごい。ここでよかよかさん、じゃあ8回押すわ。8回もダメなんですよ。8回押したら聞いてまうからね。偶数はダメなんですよ。そう、偶数でお願いします。そう、ちゃんとあのマークがピコンってついたところが、うんうんうん、いや、2、3回押してみるかって。2、3回ってどうなんの。いや、うんうんうん、あ、確かに。え、アンナちゃんウインクしてない。私ですか。できる。ウィンク、ウィンク、練習して、お、いいじゃん、いいじゃん。待って待って待って。ん？かわいい。いいよ、かわいいよ、かわいいよ、いいよ、いいよ。すごい。で？どっちやる？どっちやる？どっち目線やる？ん？え？わかんない。あ、一緒にできてたいって。待って。
こっちがいいかもしれない。どっちだろう。え？どうだね。瞬き。片目だけパチッと。え、ちょっと。あ、そうそう。できてる、できてる。今できました。うんうんうん。おお。それちょっと首を角度ちょっと横向きながら。超面白い人じゃん。ウインクするタイミングが本当なかったの今まで仕事で。あんまりウインクするのないもんね。世代が違うのかな、はい、海外だったらよくするもんね、でもね。あなんかアイコンだったらこれもなんかあ、はいはい、外国の方結構さりげなくしますよね。そうそうそう。ちょっと皆さん今のね、アンナちゃんのウインクも可愛かったよっていう方は、はい、ありがとうございます。であの、あんなにウィンクでワタワタする人初めて見たことない。面白かった。あれあれみたいな。うんうんって言ったもん。言ったことないから分かんない。自分の顔に聞いてたんだよ。みたいな。どっちの筋肉使うみたいな。そう、300以上でね、下に出てるんですけど、この後10レースから軍資金の数が変わってくるんです。皆さんお願いします。これ300いったら犬丸さんがお手本のウインクを見せてくれるかもしれない。、はい、全然やりますよ。お願いします。はい、ウインクができるんですか。私でも下手くそなんですよ、うん、このぐらいしかできない。あ、両方目が閉じちゃいそうだね。ほとんど閉じてる感じです。パチンってやってみて。パチンって。あ、いいじゃんいいじゃん。すごい上手ですよ。あ、できてます。できてました。やっぱ角度つけるのがいいのかな。そう、ちょっとアナちゃんちょっと角度つけてみ。今なんかみんな皆様こうこっち、うん、あ、そうそう、あ、そうそうそう、いいじゃんいいじゃん。そう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 。あ、色気出せてるよ。いいよ、あ、いい。見てて。どこ見てんの。どこをキャラキャラしてんの。今どっか違うとこ見てました。面白い。お願いします。ウィンク個性出るね。うん、確かに。グッドボタンお願いします。お願いします。こんなにウィンクすることないから。いや、いいですね。アンナちゃんがちょっとウィンクを覚えましたね。はい、ちょっと皆さんはウィンクどっちの目がやりやすい派ですか。いや、ありますよね。こっちの方がやりやすいの。左ってことですよね。うん、うん、こうやって両方つむっちゃうもんね。お願いします。あ、まだ235かな。お願いします。254。おお、あと46。あと46以上お願いします。お次のレースがギリギリのところでお願いします。お、両方できるぜ。あ、いいですね。両方目つぶることはできるよ。じゃあどうやって寝てんの。寝られへん。さあ来ました。はい、さあドキドキだ。これはここは615だったら2人とも当たりだし、135も2人とも当たりですね。昨日がね、杉浦さんとハルッピが、はい、結構2人でずっと当たってたっていう感じが続いてますね。そう、2人で当ててましたね。第9レース予選競争開始です。対戦メンバー1号艇白賀優、2号艇市川武、3号艇秋山博一、4号艇伊藤翔太、5号艇下川雅史、6号艇柳生泰治、以上6名です。1、2、3、4、5、6、本番も枠なりとなりそうです。人気1号艇の白賀優で陰線、ここは勝負期待を集めています。岡山出身の白賀選手が1号艇、1号艇お願いします。参考3号艇秋山博一が白賀の相手としてまずは注目。白賀秋山ともに今日はここ1回走りです。4号艇伊藤翔太、4コースに5コース、3がとりあえず行ってくれんとあかんな。そして白賀秋山と来て外枠で1、3、5で平和に2人勝利だね。あ、そうですね。3連単で言えば1、3、6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 
そうですね。したらもう発狂ですね、これは。3対3の枠なり第9レースの予選競争。スリット付近は緩やかな追い風コンディションです。3対3枠なり進入インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。
スタートしてきました。2コース2号艇1回へこむ展開で1号艇白がいわゆる壁のない状況ではありますが、さあ3号艇秋山まくり出すかというところで1号艇白が対して絶好のまくり出すのいい出だしです。さあしてこの秋山6号艇の外は完全にいい感じです。後方5番2番ですが、さあ3号艇の秋山まくり出しを入れています。スタートは絶対正常でした。1号艇白が外、そして内から6号艇八木接近です。3号艇秋山トップ、1番頑張って。さあ直線ではむしろ6号艇柳生の方が伸ばすか、1号艇白髪に対して2番手争い、6号艇柳生の方がやや強め、1号艇白髪に対して2番手争い、ぶつかったらないかい、激しい、激しいデッドヒートです。3、1、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 3、1
牛です。このまま頼みます。後方は離れて5番4番競り合って最後方2番2周2マーク3号艇秋山トップです。追っかけてくる。2周2マークの戦艦2番秋山さんやっぱ来ましたね。3番手が6号艇の柳生、上位3艇は3163番1番6番。316レースは最終周回です。行っちゃったじゃないですか。杉浦さん絶好のまかり出しの機会を逃さずに3号艇秋山の走りです。トップで最終1マーク2番手1号艇白髪、3番手が6号艇ヤグー、上位3手大きく進化しているもばらけでの316、3連打316倍ちょうどを示しております。3号艇1号艇6号艇の最終1マーク3号艇秋山博一がトップで最終1マークへ向かいます。2番手は1号艇白髪優、3番手は6号艇ヤグー泰治、3番これ取ったらグッドボタンお願いします。3、1、5、1着3番ゴールに2着1番、よしゴールに3着6番、よし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 、やった今日初ゲット初当たりです。ありがとうございます。お見事、グッドボタンもお願いしま す。いやドキドキしたねすいません僕が取ったってすいません、はい、本当にいやーとりあえず初当たりは行きました。うん、ちょっと太陽さんが当たったんで皆さんグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。お願いします。いいですね。いやこのね次の展示までなんで皆さん、ね、グッドボタングッドボタンお願いします。ギリギリます。あと32いいねをください。お願いします。散らさないです。散らさないでください。いやもうそろそろ締め切っちゃいます。締め切っちゃう。まだでしょまだでしょまだでしょまだです。まだです。まだ10レースの、うん、はい、316,1600円。おお、いいじゃないですか、いいじゃないですか。え、いくら8000円500円買ってたんですよね。500円、うん、うんうんうん、8000円だ。え、すごいすごい。おお、プラスになったんじゃない。うん、ねえ、よし、だいぶ失敗しましたね。よし、いや、これ初め俺1000円って書いてたんだよね。あ、そうなんですね。当たるとね、ちょっと、あ、いっときゃ、チキちゃった、チキちゃった、チキちゃった。さあ、300いった？300、いった？300までお願いします。いったかな？いった？あ、そう、いった、いった、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、スクショしよう、スクショ。嬉しい。これでよかった300、これでなんとか軍資金が軍資金がいや、この番組始まって300を切ったことが今までなかったから、ね、そうなんです。ドキドキしてる。危なかった。すごいプレッシャーですからね。すごいプレッシャーですよ、本当に。これでさあ、そしてね、太陽さんの軍資金も増えましたので、ありがとうございます。自らも勝って取りましたからね。そうなんですよ。ここであとはじゃあちょっと後半にギアを上げて、そうそうそう。なんかあと3つぐぐいと、アンナちゃんも多分ね、7レースの貯金がありますし、はい、貯金がね、貯金がね。はい、これちょっと残り3レースですか。はい、どんどん勝負に出ていかないと。いやありがとうございました。さあ、次がまた10レース、10レースです。10レースか。ここはね、A1 の選手が1号艇ですから、スタートも早いですし、いや、A1 が3人来とるんよ。1番、2番、3番、ダッシュ4番、5番、6番です。ここは難しいね。難しいですね、これは。でも何やかんやって、やっぱ1は絡んできますね。よっぽどじゃなければ1が逃げそうだと思いますけどね。ただいまのスター選手は絶対正常な123のボックスもありですよね、これね。ありですね。1番、2番、3番、
ダッシュ4番、今番の4が気配が良さそうだったのと、5号艇の宮田龍馬選手がかなり今節成績がいいですね。2着、2着、1着なんですと、この辺りがどこまで絡んでこれるかですかね。1番松村佐藤氏、おお、せいちゃんさんは村上選手にあやかって背番号の5に注目したいと思います。ね、でも全然わからないですよ。5番宮田龍馬、あー確かに2号艇の正木選手と3号艇の村上選手はコースを動きたい選手なんですよね。この2人がもしこうやり合うようなことがあると外の選手にも出番があるかもですね。なるほど。いやもう 1,2,3,5 に絞るか。でもまだこの予選特賞までは波乱が起きるんです。まだ起きます。そうですか、そんな予感がしますか。だから A1 選手が3人いるからこその波乱こその、うん、なるほどなるほど。これが 1,3,5 とかだったら別だけど 1,2,3 でしょ、うん、読めん。読めんです。こういうところで波乱があると大きいですからね。今日でもワンツーフィニッシュ出てないですよね。ワンツースリーは。あ、確かにそうですね。あ、そうですね。ワンツースリーが出てないので、どうしようかな、非常に迷うところです。これはアナ先生はどうですか。はい、ここはもうまあ、ちょっとでもプラスに勝ちたいなってところはありますね。もう最後に点数増やしてってこと。増やすか、うん、硬いところをドカンとガミラナより買うか。ガミラナに買うか。本当にこれもうあれなのよ、大波乱が来たら硬いところを総崩れでやられちゃうから、うん、ってことなんですよね。さっきのも十何番人気が来たでしょ、うん、ちょっとオッズ見て決めようかな。そうですね、偏るのか、まあ、1,2,3 のボックスが硬いなと思うんですけど、うーん、ね、データ上は 1,2 からの 4,5 で決まってしまいますと、ね、なんか村上選手の3コースがあんまり良くないというコメントも来てますね。あ、 1,2,4,5 か。1、2、4はでも回らない、もしかしたらつくのかな。 4号 3コース成績悪いって、村上選手ね。そうなんですよね。お、アンチョファンクラブから来てますよね。え、ん、あ、はい、ありがとうございます。アンチョファンクラブなんですか。あの、はい、一応ファンクラブがありまして、アンチョって呼ばれてるんですよ。あ、アンちゃん、アンチョ、アンチョって呼ばれてるんで、気軽にアンチョって呼んでください。急にアンチョ、アンチョ、アンチョ先生、アンチョなので、アンチョにしましょう。そして、他のあ、他のナイタレース場が終わったので、ここからね、あ、皆さん、じゃあ大人の時間、大人の時間が、ミッドナイトの時間ということで、ではお二人に300以上行きましたので、はい、軍資金1万円をプラス、ありがとうございました。ありがとうございます。ではその1万円をプラスしてお二人の残金、現在こちらでございます。いくらだ。はい、おお、2人でもいい感じだね。結構いい感じ、意外と増えてましたね。逆転しての33,400円、そしてアンチョが31,990円、敵を早いですね。アンチョはアンチョが33,990円。はい、残り3つなんで、まあ、単純計算で1レース1万円以上はいける、はい、どう配分するかですよね。そうですね、うん、まあ、最後に残しておくか、全部やるか、ここでどこだといかなかんのか、うん、どうしようかな。硬いなら突っ込むっていうね。そっか、金額を上げちゃっていいのか、点数を増やしていいのか、うん、あ、そういうことですよね。悩ましい。だから500円で10通り買ってもいいわけでもね。そうですね。じゃあデータも見ていきたいと思います。はい、10レースはメンバーはこちらの6選手、先ほどもね言ってましたが A1 選手が1から3号艇、1、2、3号艇が A1 級、
枠番別過去受賞データ1号艇の松村選手1号艇は 8.80 ですね。そこまで1着がずらっと並んでいるというわけでもない感じですね。まあでも 8.8 ありますからね。そうですね、ほぼ9割ですよ。うん、外の選手でねそこまで勝ってる選手もいないですもんね。まさき選手は2コースはかなり連絡み多くて、でコメントでも来てましたけど、確かに村上選手の3号艇あんまり2回しか過去10走中2回しか連に絡んでない、逆に宮田選手の方が成績はいいですね。データ上だけだとね。そうなんですよね。そして1号艇松村選手の1コース1着率こちらは高いです 78.6%、 2号艇正樹選手の2コース逃がし率も 53.8% なので、まずまず高め。あでも村上選手とは言っても1年間で見ると8勝上がってますよね。まあ、でもやっぱ一番は硬いのかな。硬そうですね、なんとなく。はい、そして今節の皆さんの成績なんですが、まあ、1号艇の松村選手は、まあ、結構いいですね。レーンから外れたのが初日のこれドリーム戦ですかね、多分4着、それ以外は3着、1着、1着。正樹選手も連絡み3回、そして宮田選手が全部船家に絡んでる。ここまで4走、このメンバーでうちが A1 という中でどれだけ宮田選手が来れるかですね。部品交換はありません。むずいぞこれは。展示タイムはむずすぎです。1位はいいですね。正樹選手が1番時計です。ねえ、皆さんこれ宮田選手ってやっぱり船足相当いいんですかね、教えてください。やっぱ1、2、3硬いですね。1、2、3硬いな。スタートのデータ、正樹選手スタート決まってますね。これ正樹選手がしっかりスタートいけば、松村選手ももともとスタートが早い得意な選手なんで、さっきはね2号手2コースがへこんじゃってもろにまくり刺されたんですけど、2コースがしっかりスタートいけば松村選手も逃げやすくなりますね。いやでも手堅くいくしかないのかな。動きはなく 123-456 でした。難しいな。ねえ、あサンタオさんが間に合いました、じゃよろしくお願いします。村上選手に入れるかどうか問題やな。展示情報は松村選手がいいタイムが出てますね。全部色がついてます。あ尾崎選手も、あそうですね、6号艇の尾崎選手も3項目で2位。とはいえですね、これ1、2、3来たら5倍だから、あ5通り以上勝ちゃうとがめる可能性があるんですよね。そうなんですね。あ PGA さんは今日の下関のレースの中で最も硬い陰線ですって言ってます。いや本当ですか。1号艇頭で大丈夫ですよって言ってます。1号艇頭で、わーそういうことか。1号艇頭行っちゃっていいのかな。ハチさんは1からの4-5、4-5、2、3着ボックス。あのヨカヨカさんは2の頭もいってますね。ヨカヨカさん良い感じだな。うわどうしたらいいんだ。6号艇も気になってきたぞ。モコナさんは逃げだけではないような気もする。あいろんな意見がありますね。あ特捜隊さんが宮田選手の情報、モーターは前節加藤選手が乗っていたモーターなので同じ支部なので多分いろいろ聞いているはず。ああなるほど、調整がうまくいってるんですかね。これでも 2-1 もある気がするんだよな、ひょっとすると 2-1 だと結構良くなるのかな。そうなんですよ。どうなんだろう、難しいね、オッズを見ちゃうとね、意外と難しくなっちゃうんですよね。
まあこれちょっと分かんない時はもう、はい、これ何通りだ、あ、21だと一気に30倍になるんですね。そう、21が来た場合にやるとはい、おおってなるから、ね、1000円ずつ買っとってもいいかな。やばい、時間がなくなってくるね、これそう、あと5分しかない締め切りが、5分ですね。9時5分です。皆さんはお買い漏れないようにご注意ください。金額に迷う。あ、なるほど。ちょっとね、さっき質問が来てたんですけど、そう、非常識なフライングのルール変わったんですよ。そうなんです。あの、即日帰郷じゃなくって帰らなくていいんですけど、お休みの期間がね、プラス5日になります。なので、フライング、非常識なフライングを切っても次の日も走ります。その選手はルールが改正になってます。そろそろ5分前に、はい、もういいや、行っちゃえ、はい、はい、どう、おお、急に集めだって全然金額使ってなかったから、そろそろ使っていかないと。はい、1221からの356をもう1000円ずつ、はい、行きました。はい、ドカンと行きました。これでもう216とか来た日にはですよ。はい、いや、216来たら大きいですね。216とかな、215が、ね、この中にオツが入っていないから、215が37倍ですもんね。213でもね、確かにランキングに入ってないな。はい、いや、でもこういうのはまだあるから、そういうの、いや、そうですね、狙いたいですね、狙いたいですね。ちょっとこういう熱い展開で、はい、決まりました。はい、私はもう 1,2 頭で456にしちゃった。3入れなかった。おー、なるほど、3入れず3入れず来た、どうしよっか。これもあるよ。でもなんかさっきコメントで、うん、あ、ゆすけさんが456がうまいですよみたいなこと書いてあったから、うん、あ、と思ってそれにしちゃった。なるほど。でも3を捨ててしまった。どっかを捨てなきゃいけない気もわかるのよ。 ね、そうですよね。でもやっぱ12通り買ってるアンチョの方が、うん、やっぱ120分の1からの10分の1になるから、うん、勝率取りやすそうよね。そうか、12頭、12頭あるよ、あるよ、これはね、しごろしごろだから。でも2着で2が来てもダメで、だから2着に、そう、確かに、そうか、12がないんだ、12がないんで。あ、なるほど。そう、絶対そう456しかないから、うん、むずいですよね。大丈夫？わからないです。なんか心配されてる。そう、悩んでたの。なんか 2着に2だけ入れてもいいんかなと思って。ここになると、そうそう、そうなると何点になるんだろう。15点。うーん、入れるまで。じゃあ入れよう。確かに 2が入ってないよ。ちょっと入ってみようか。ね。ちょっと入ってみようか。じゃあ2456にしてみようか。うん、2着だけね。はい、わかりました。はい、分かりました。で、そうなると7500円。はい、分かりました。2着を3着に絡めないパターンね。そう、7500円ね。確かに2頭狙ってるのに2が入ってないと、それは、ね、ちょっとなんかおかしいですよね。押さえとくっていう。確かに確かに、みんな優しくてよかった。確かに、うん、これだったら、うん、126とか14、124あるよね。はい、なんで1は1着だけ。でこれ絶対1組んだよね、2着にね。違う、なんだ。大体そうなってるパターン多いですよね。なんかなんでここに入ってないんだろうって時になんか来ちゃったりすること結構ある。あるあるね、あるある。これ21の場合だと入らないってこと、これは、うん、21はないですね。ないんですよ、うん、4しかないの。だから、これだから1が来たら、じゃあ2頭いる？むしろ2頭いる。2頭いる？1が入ってない買い方もあるのね。そうそう、だからそうなんですよ。いきなり飛び級しちゃってよみたいな。ど本命を飛ばすパターン。これ当たったらどえらいことになるよ。そう。で、2頭が来たらすごいつきますよね、絶対ね。2、5、6が来たら、どえらいことになるね。
まあ、松尾さんが2604なら1270できてやばい、夢がある、夢があるね、夢がある、しかもそれを500円いってるんですよね。確かにどえないことよ。50万マジで60万くらい、ほんま大変なことになっちゃうのよ、それ50万あるよ絶叫じゃなくてもなんか白目恐縮しちゃいますよね、なんかすいませんみたいな。へえー、面白い会話する ね、うん、面白いこれ。でもこういうのがあったらやっぱりこう満州券がドーンって取れるね、多分ね、うんうんうん、なるほどね、こんだけね突拍子もないことしないとこっちの褒めを入れないパターンだって 1-2 の折り返しの 4-5-6 にしたらってコメント来てるんですけど、確かにね。でもね、もう締め切りすぎちゃった、締め切りが過ぎております。まあ、300いいね言ったからね、はい、その皆さんの軍資金でこうちょっと夢を見たという。そうですね、確かに、うん、できるんじゃないかって思っちゃってこれでも夢ちょっと逆に取ってほしいわむちゃくちゃ夢ありますよ、はい、本当に夢あるよね、うん、1000倍はねちょっとこの番組でまだ出たことないですよね、1000倍ね。2647、63万円の払い戻しだった。すぐ帰りに六本木のドンキの、ね、ドンキのビトンコーナー行くすぐお土産できるよ、ほんとほんと、何でも買える。行きましたね、やっぱ後半になって安長先生、うん、攻めますね、攻めました。いや11、12も楽しみになってきたわ、ね、どんな買い方をするのかそうした方がやっぱり面白いよね番組的に。ちょっとね、ねえ、いや夢がある本当に、はい、うん、大丈夫、1000倍出る時だからって言ってますよ、宝くじより可能性ありだと。いやー、そう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 、確かに確かにね、うん、いや、あ、来ましたよ、まもなく始まります、夢の、うん、264さあもう10レース来ましたよ。ねえ、ここ1が硬いっていう人もいたし、そうじゃない気がするっていう人もいたし、レースは分かんないからね。ボートレース下関ミッドナイトボートレース、さあいよいよこの時間からは、それまでは各ボートレース場に分かれていたファンの皆様ももちろんこの下関に一気に集って、そしてこの残り夜9時を回っての参考レース存分に勝負、そんな時がやってきます。まずは第10レースの予選は特賞競争1-2-3-4-5-6、本番も枠なりの形で1号艇松村聡人気の陰線です。今日前半差しで勝って、もっか昨日から連勝中、一気に3連勝なるか。2コースは2号艇の正木政権、そして3コース3号艇村上純、4コースに4号艇梅木啓太、梅木後方に下げて角1、5コース5号艇宮田龍馬、大外6コース6号艇大崎雄二です。ここからは全てのボートレースファンの2-1入ったら下関に安城先生が上がるか、そうなんですよ、ボートレース平和に1-2-4-1-2-5とかね、緩やかな追い風コンディションです。わずかに追い風、それほどコンディションに変化はありません。第10レース、さあ来ました、3対3枠なりで進入、インコースから1番、2番、トップ3番、4番、5番、6番です。スタートしていきました、うん、1号艇1号艇の松村コースタート、さすがの切れ味スリット決めています。1号艇の松村がまずは先に回って逃げる、3号艇村上まくり出して追走、あとは相当に外側から4-2-6ですが、1号艇松村逃げて2番手も3号艇村上、そして3番手も外からやや優勢5号艇の宮田、4-6に団子状態で追いかけていきます。スタートは前提正常でした、3入れてないよ、1号艇の松村トップ2番手3号艇村上、3番手は6号艇の大崎が先にやってきて5号艇宮田が外からかわす、2番待っては5号艇宮田がやはり優勢の1-3-5、さあ早くも上位3点抜け出す構えか、レースは2周目1番3番5番です、後続は離れて6-2-4の形、1号艇松村トップで2周1番です、2番手3号艇村上、3番手は5号艇の宮田、
2周1マークの旋回上位3艇1、3号、1番、3番、5番さあ3番手から5号艇宮田が少し2番手、3号艇村上定冠を詰めていきます。2艇審査後続は完全にちぎれて6番、2番、4番です。1、3号か1、3号、2周2マーク独走体制1号艇松村聡がトップで2周2マークの旋回2番手は3号艇の村上そして握ってアタックという5号艇宮田ではありますが2番手は変わらず3号艇村上と1、3号のまま1番、3号艇予想外やったな最終周回上位3艇を含み出しています。スタートをしっかり決めてという形で1号艇松村さとし。なんで3入れなかったんだろうというアンチョがすごくこう反省をしています。2番手逃げる5号艇宮田が3号艇村上に再度接近試みますが2番手しのいでいるのは3号艇村上の1、3号3レーターン1、3号ですと 18.7 倍を示しております。1号艇、3号艇、5号艇奇数トリオ1、3号が1号艇松村さとしトップで最終ターンマークの旋回2番手は3号艇の村上潤3番手5号艇宮田龍馬1、3、5第10レース間もなくゴールです。1着1番これは読めんかった2着は3番ゴール3着5番ゴールあとは1は硬かったんですけどやっぱ流し方が難しい。そして4番の順でねえそうでしたねそうでしたねやっちゃったおばさんねこれは取れへんかったな1、3、5か考えすぎちゃったなんかそう一頭からのね2、3着が、うん、いやって村上選手が調子悪いみたいな感じもあったからねそうなんですよね確かに3着に入れちゃったなそうそう3コースが微妙だよっていうのがねでも5番は間違いじゃなかったんだよあ、ね、確かに宮田選手は絡んできましたね、うん、1、3の頭もあったなうーん確かに1いやでもまあたらレバーになるからなそう切り替えましょう切り替えましょう18倍かあと2レースかあと2レースしかありませんはい3連単1、3号1870円ということなのでまずそうですね1から2結構ね配当いいですね全体的にいや配当いいですようんで取ってたら結構いってたんじゃない、ね1万8000円だぞおねえ、うん、確かにあ今日2号艇一度も絡んでないんよねえそうなんですね今日は2が2がね結構指数ないとか1、3とか奇数強いのかなただいまより第11レーススタート展示を行います。対戦メンバー1号艇前本康太あと2つ終わりです、はい、早いあっという間だね2号艇長尾翔平前半6コースから2着3号艇辰馬光弘前半5コースから2着4号艇弘中良一前半1コースから1着この前本選手が硬いと思うんですけどねですよね萌の常連さんも11レースでももうデータ上も今回も1、3号よこれ本当ですか2連続1、3号1、3号あるよ6番が0他4艇マイナス 0.5 部品交換は3番ギアケース以上でございます。でも読めへんなマジで3うん、ちょっとさっき冒険しすぎちゃったから普通に行こうかな冒険したよね夢みたいなね、うん、ちょっとね ちょっと見ましたねちょっといやー1000倍見たかったな1000倍見たかったな見たかったですね11レースさあインスピレーション大事よね。ねえ、そうそう。まだ2万以上お互いあるし、全然行きます。ダッシュ4番、5番。でも鈴谷選手がまた6番にいるから、3着ぐらい入ってきそうだもんね。前本選手はどうなんですかね。ただいまのスタート戦時は2番、3番、ライブでした。またスタート戦時のコースは内から。どう思いますか？どう思いますか？どう思いますか？一般的にやっぱり20までは1号艇についてるんですね。うん、そうですね。そうですね。1番、長尾翔平。山口芝ワンツーないかな2と4かうーんあここは岡山芝は3号艇の辰馬選手ですね5番秋元誠
調子を見とこうかな。6番スーパーニーペー、結構10何万人気とか一番人気が来てないですよね、はい、うん、あ確そうですね、うん、ガチガチの一番人気が、うん、そうなんですよ、うん、確かにそうですね、来てない、今日ちょっと荒れてるなと思って、うん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 、前本選手が調子悪そう、嘘1番ねえ、もしかするとあんまり船足が良くないのかなって、いやあの1、3、前しか見えんって俺もそうなの、うーん井松さんは前本選手は良くも悪くもないかなと、悪くないなら逃げるですよね、言いますよね、あー前本選手前半レースは2コースから差しで勝ったからモーターはいいはずだよと、5レースは勝ってるんですね、じゃあ上り調子かな、うん、そう、ちょっと点数をちょっと増やしてみようかな、お、そっちパターンで、そっちパターンで打ってもいいのかなと思いました、前本選手結構もう1は鉄壁って言ってる人とか、陰線は絶対大丈夫って言ってる人もいますね、うん、2番を最近信用してなかったから、でも選手は違うからね、そうですそうなんだそうです、はい、だから 1,2,3 もありなの、4号頭だとかって言ってる人もいますね、うん、4号頭大穴狙いですか、ねえ、うん、4号頭はもう大穴ですね、あーなるほど、1だろうけどワンチャンスあるなら3のまくり失敗からの4号頭、それはもう大穴狙いですね、ちょっとオッズ見よう、うーんオッズ見てみてもなんともならへんな、1,2,3,1,3,2 で集まりしたいとこやけど2がさせない水面なのかもねと、今日のね2が全然来てないっていう流れですよね、そっかそっか、さっきですね今はね、さあさっき6,000円使っちゃったので、では、はい、お二人の今の残金、残り2レースですがこちらです、あ、全然まだいいですね、まだまだ、まだまだ生きてますね、杉浦さん27,400円、大丈夫そうだ、アンチョが24,490円、おー、余裕ですよ、うんうんうん、結構この時点で何千円になってる時もありますからね、ありますか、ありますよありますよ、お二人今日とっても優秀に戦ってるここちょっと、オッズで決めたいっていうのはありますね、ここは正直じゃあちょっとデータの方も紹介していきたいと思います、はい、まずは出走メンバーから、 A1 が前本選手と3号艇の辰馬選手、そして6号艇の鈴谷選手は A2 です、枠番のデータは前本選手1枠勝率 9.40 高いですね、ほぼ1着、うん、4走前だけ1本だけ5着がありますがほぼ1着、うーん、点絡みは3号艇の辰馬選手、6号艇の鈴谷選手も 1,2,3,4,5 走でレーンに絡んでますね、5コースもありますけれども、そう、みんな3着やっぱ読めないっていうのがねありますよね、そうなんですよね、でも波乱が起きた時点でもう当てられへんからなはい、1コース前本選手の1着率 75% と高いです、2号艇長尾選手の逃がし率はちょっと低めですね、 47.6%、 辰馬選手は3コースから6勝ですね、鈴谷選手が結構6コースまくりで4勝を上げてるっていうのはすごいですね、内山くんならどう買うかっていうのがあります4号頭って書いてある、内山くん予想内山くん予想を予想する4号頭って4号で2連単でも135倍ついてますもんね、節間の成績が前本選手が1着3本ですね、長尾選手も1着ないですけど全部連絡み、
うん、それぞれ辰馬選手、いやむず、弘中選手、秋元選手も1着を2本ずつ取っている。確かにこれ相手探し難しいですね。いやむずいですねこれは。むずいですね。これだってここにもし4入れたら全部なっちゃいますもんね。でも 1,2,3 があんのよこれ。 1,2,3 フィニッシュある確率があるから。ここは部品交換が出てますね。3号艇の辰馬選手がギアケースを交換してます。ラストの方だからもうやっちゃってる。難しいなこれ。そして直前情報、展示タイムは6号艇の鈴谷選手が1番時計で、その次が前本選手です。これ4に入れたら全部。スタートは、スタート順で見るとそこまでですかね。そんなに早い遅いっていう選手は今節いないようですね。スタート展示のコース取りは動きがなく 1,2,3-4,5,6 でした。水面状況も大きく変わりはありません。はい、潮回りですね。今日はあんまり小潮なので潮位の変化はあまりないです。はい、展示情報は1号艇の前本選手いいタイムが出てます。あら、3号艇入ってないですね。そうですね、3号艇色がついてないですね。で、あの部品交換してたんですよね、辰馬選手。さっき部品交換で結構1位取ってたから、まあ、そうなんですよね。急にパワーアップして帰ってくるかもしれない。タイムは出てないですけど、まあ、タイム気にしないっていう選手もいますからね。いや、タイム、そうですね、意外とこれ通りにならないパターンも多いですから、迷っても仕方ないんで私決めました。はい、早い、はい、はい、杉浦さん早い。まあ、1,2,3 の本命はとりあえず1000円で抑えてちょっとでも回収用に置いときました、はい、あとは 1,3 の前です。うん、かける8ですね。もう流す、かける8。あ、そっか、6じゃなかったの、ね、8だ。あ、じゃあもうちょっと変えるってこと8、あ、じゃあ5,000、5,000、じゃあ2,000円減るな。5,500円でした。え、どうしよう、もうちょっと買っとくか。 1,2,3 って今おついくらぐらいなんですかね。4倍なんですよ、ね、あ、4倍、そんなに。あ、結構硬いから、そんなにかぶってるんですね。なんかみんな 4とか言ってるから 4なの。あ、でも4、1の4,5,6,4,5,6 だって。モーターがいいんですよね、広岡選手は。 1,4,5,6,4,5,6 って言ってますね。 1,4 前って人もいますね。そういうこと言われると 1,2,4 前って人もいますね。私ちなみに 1,2,3 前にしちゃってるんですよね。1,2,1,3 の前。もうシンプルに、はい、いや、いいんじゃないですか。いいと思いますけどね。もう1信じた、1信じました、信じた、信じたパターン、1,2,3 を信じたパターン。うん、なるほどね。なんで笑っちゃってるの。はい、俺ちょっと波乱もあってほしいのよ、うん、はいはいはい、3,1 も来てほしいのよね。あんちゃんそれ正解って言ってますよね。4はね、なんか2着はなかなかあれだと思うから 1,2,1,3 が硬いですよね。ですよね、うん、どうしたどうしたどうした、杉浦さんみたいな。いやー、もうこれにしよう、パニックってきた、これで決まりだ。アンチはもうそれで、はい、アンチこれで変えません、うん、いやー、はい、余計パニックだった。 1,2,3 3,1,2 とかでもいいのよね。31倍。わー、なるほどね。 1,2,3 だと若干ガミりますよね。 1,2,3 がガミって、あ、 1,2,3 がいいのも、 1,3 には1万人気になってたかな。 1,2,3 だと3倍だから3,000円になっちゃうよね。
いい。かといってここに2000入れられないよ。入れられないですか。うん、そうですね。もう123が来たらトントンぐらいっていう感じですね。まあちょっと負けてもしょうがないか、うんうん、じゃあ買わない方がいいってことか。いや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 、いや保険保険保険今 5.3 倍。うん、1235倍。あ、トントンか。そうですね、ほぼトントン。トントンで入れときましょう。うんうんうん、トントンならいいや。あと132は買ってるね。よし、はい、132来たらちょっとマイナスだな。132来たらそうか、そういうことですね。うんうんうん、いやでもそんなド本命がね、ポンとこんな来ない来ない来ないずっとなんか8番とか10倍とかが結構来てるから。うん、私も折り返し買った方がいいってコメント来てたんですけど。あ、え、31ってことですかね。どうだろう。え、122どっちの折り返しってなったら何通りになっちゃうんだ。ん、どっちも折り返すってことですかね。したら10だいぶだいぶになっちゃいますね。ですよね。21難しい8通り増えるってことですもんね。ってことですね。8通り増えちゃうから、うん、全部で16通りになる。1万6000になっちゃう。そっか、500円にして16にするか。うん、21全31全500円ずつでプラス4000円、12000円。なるほど。もう一番を信じるやら。そうですね、もうこれでいこう。結構勝負しよう。いら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 んっていう人もいる。そう、これでいこう。うん、ね、5はあるよっていう人もいるけど。そう、でもね、3着にはね、いろんなありがたい声の中で、うんうん、でも最終で自己責任ですから。はい、そうです。そう、意外とね、一番人気って意外と来なかったりするんですよね。そう、意外とね、みんなとりあえず買っとくみたいなとこあるけど、うんうんうん、意外と番手が1個ずれたらもう違うからね。そう、そうなんですよ。これが123じゃなくて125とかだったら全然違うもんね。うん、うん、もう人気オッズに125とかないもん。うん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 。ってことはとんでもない額がつくってこと。125でも21倍。まあありましたね。うん、もう逆に 3が1位って思ってる人あんまいないね。ね、そうですね。あれ、これもったいないことしてるかな。逆に、ね、これ3315とか4とか来たらめっちゃ来るんじゃない。ね、うんうん、結構つくと思いますよ。結構つくでしょう。うん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 。ほら3135来たら78倍。うん、あるから。そうですよ、そうですよ、本当に。316でも65倍。なくはないですよね。なくはない。ボートに絶対はないですからね。そうなんですよ。うん、さっきあのパーツか変えてましたよね。あ、さ、辰馬選手、はい、ヒアケース変えてました。一回ね、回復したサイヤ人は強いんですよ。うん、戦闘力上げて帰ってきたら。なるほど。さっき戦闘力上がってるのか。そうそうそう。なるほど。さっきパーツ変えたら上がってた。確かに確かに。ヒアケースもね、交換当たればすごい大きいですからね。うん、よし、じゃあちょっとだんだんドキドキしてきたよ。うん、もう締め切りまで、だってもう帰れないからね、あと1分しかないからね。そうですよね、はい、29分締め切りです。皆さん買ってない方はお早めに、はい、そろそろ締め切ります。締め切りが来ます。うん、あと2レースが、あと1レースしかないんですからね。残り1レースか。これ終わったら、いやしっかりとあの月が、後ろの三日月が当たってなぜか満月になるとかな。満月になるみたいな。満州券取ったらあれ満月変わるから。あれを太陽に変えたいよね。うーん、急に朝にしたい。ミッドナイトから、ミッドナイト終わりました。ミッドナイト終わりました。朝になっちゃいました。確かにモーニングナイトやん。うーん、モーニングナイト、どういうこと。モーニングナイトですよ。ゲスト辻希美です。うわあ、朝って感じですね。モーニングつながりですか。なるほど。なるほど。そうだ。さあ、もうつまらないこと言ってるうちに締め切りが決まってしまいました。さあ、あ
と2つですからね。ねえ。ちょっとドキドキしてきたね。ドキドキですよ。いやでも本当昨日の配信も見ててやっぱあれだけなんか夜にがっつり興奮できるのって楽しいですよね。確かにあの9時10時過ぎてね。そう。ずっともうテンション上がってましたもんね。見ててこっちもすごい盛り上がりました。おほほほほみたいな。これでだって撮ったら結構ね、安長先生も結構倍率はいいのあるのかな。あるとは思います。1、2、3、1、3、2以外がもうプラスだ。うん、もう1000円ずついってますしね。はい、うんうんうん、すごいね。1位を信じたね。当たりますように。1一択で行きました。うん、いやドキドキだ。ドキドキです。選手は大丈夫だと思いますけどね。昨日のマネージャーさんの成績は、あ、うちのマネージャーもやってて、うんうん、あ、そうなんですか。はい、どうでした？プラス5000って言ってました。おお、すごい。来ましたと。そう、前の日の勝ち分、負け分を取り返しました。はい、おお、すごいすごいすごい。今日はどうしてんでしょうね。後で聞いてみよう。ネットで買ってるんですね。そうそう、アプリで。ああ、うん、はいはい。へえ。いや、さあ、来ましたよ。ここで、うん、13流し。136とか来たらいいよね。そうですね。136あるよ。136に行きましょう。じゃあ一緒にね一緒フィニッシュ今日ないからね。一緒に、はい。1号艇前本康和、2号艇長尾翔平、3号艇辰間光弘、4号艇広中良司、5号艇秋元誠、6号艇鈴谷一平、以上6名です。硬いと思いますよね。1、2、3、4、5、6。さあ枠なり、人気は1号艇前本康和です。今シリーズ広島支部の選手主力クラスももちろん参戦ありますが、やはり何といっても総大将この1号艇前本康和、うん、ここは硬いね。押し切り、そしてトータル3連勝へ向けて大いなる注目集まっています。広島支部は前本です。そして2コースは地元山口支部2号艇長尾翔平、どこまで食い下がることができるか地元の長尾、3コースに3号艇辰間光弘、4コースも地元は4号艇の広中良一、5コース5号艇秋元誠に、大外6コース6号艇鈴谷一平。このあと最終カード第12レースは今日の峰竜太2度目の登場という、そんな対戦も控えていますが、11レースは前本断然人気の一戦で3対3枠内進入インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしてきました。1号艇前本きっちり5分のスタートを決めていました。1号艇の前本がまずは先に回る。3号艇辰間まくって攻めるが、1号艇前本の逃げ、さあして4号艇広中、中が5号艇あって、ここ4番2番となっております。2号艇長尾、ここで4、1号艇前本逃げて3停止リード、2番手は4号艇地元広中が優勢か、あとは6号さん横並びで最高の2番、スタートは前提正常でした。1号艇前本トップ、2番手は4号艇の広中、先に回って、さあして5号艇秋元さん待って、1番4番5番1、4、5でレースは2周目に入ります。1号艇前本トップ大きなリード、2番手4号艇の中2停止した、3番手5号艇秋元ゴールドが2、3、6、1号艇前本がトップで2周1マーク、2番手は4号艇広中、3番手ぐるっと2号艇長尾やってきますが、5番6番外内から3番、さあ3番手ロス際どい攻防も、5号艇秋元がここもわずかに1停止申請、ただ2番6番そして内から3番と控えています。3番手ロスは混沌とする中で、これ難しいですね。1号艇前本トップ、2番手4号艇広中、まさかの兄さんが入ってこない、秋元が先に回って、2号艇長尾はちょっと飛んでしまった。さあ3番手は5号艇の秋元がわずかに優勢、今度は内、さあしてきた6号艇鈴谷です。外2号艇持ち直しの鈴谷、さあ6号に横並びの3番手争いです。3着争い、1号艇前本トップ、2番手4号艇広中、3番手は内から6号に完全な裁き合い、2号艇長尾逃げるが5号艇秋元の抵抗に合う、さあして6号艇鈴谷、3番手はわずかに6号艇鈴谷、内から優勢の146、ただ5番2番もあまり差がなく、水槽の形直線では6号艇の鈴谷は2点中の2点を取って1号艇最終ターンは1号艇前本康和トップ、2番手4号艇広中良一、3番手は6号艇鈴谷、1名が守りに
頭が2号艇の長尾が外を攻めますが、どうやら1番6のまま第11レース1着1番ゴーリン、2着は4番ゴーリン、3着6番ゴーリン、あとは2番5番3番の順でゴーリン。そうか、いやでもここはね難しい、ここは難しかったです。難しかった、難しい4か、うん、これ何倍ねえ、どのぐらいつきますかね。あ、取った方いらっしゃいます ね、うん、ね、当たった、あざすごい、すごい当たった人はすごい。そうやな、1流し6やったな、うん、あーそういうこと、それあったな、なるほど、なるほどね、あーそういうことか、むず、それ難しいな。でも1前6やな、はい、3連単156、5820円、おーすごい、逃げていい配当になってます。そうか、僕らが値段を上げてきたら全くかすらなくなったっていうねいやー4の2着はちょっといや難しかったですね、難しい、あ、結構行ってた人もいたみたいですね、すごい、おめでとうございます。うわ完璧配当だって、58万あざしたやって、いやすごい、すごいすごい、58万持ってたってことですね、マジか、すごい、ジェスト2が絡まないってなんでだろう。2と3が競ってしまったんだね。あ、なるほど。さあ来ました、はい、最後です、ミネタイムここはもうでも3番やと結構あるよね。ありますね、全然頭ありますよ。多分ミネ選手頭が一番人気になるでしょうね、ここもね。ジェルトは1番と3番が0、他4手マイナス 0.5、 部品交換はありません。調整重量は、これも今日のラストでございます。ラストです。さあ皆さん何をいきましょうか。5番1キロ以上でございます。さあそういうことね、ね、うわ6つ、でも最後取って終わりたいな。いや終わりたいですね、取ってちゃんと終わりたい、うんうんうん、プラスにしたいな少しでも。まだしっかり2人分資金残ってますからね、はい、うんうん、いける、一発逆転全然あります。第12レーススタート戦時のコースは内から1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。もう進化はやっぱもうなんか3号艇に目がいってしまう。ただいまのスタート戦時は前提正常なスタートでした。またスタート戦時コースは内から1番2番3番ダッシュ4番5番6番でした。引き続きまして第12レース周回展示を行います。結構ダークホース期待するね。ああ、そうですね、ここは、はい、ほんとほんと、こんばんは。あ、急にやっぱりこれ 1000人超えると、あ、ほんとです ね、 ね、うん、いやこれはどうしようかな。2番横田茂、さあ峰選手の気配は良さそうでしたね。ここも 2,3 着ですよね。そう、峰選手頭にしていいのか、寺本選手頭にしちゃうのか。5番品川日花、6番木田峰幸、以上6名におりまして第12レース3の峰は買えっていう人もいましたしね、やっぱり、うん、峰のまくり差ししか見えない。これ硬いよね。そうですねこうだよね硬いと思います。あ、グッドボタンありがとうございます。あ、ありがとうございます。2番、ね、2が今日本当に今度、まあ、その峰選手が確かにまくり差し決まると2号艇は厳しくなりますね、展開がなくなりますね。あ、そうなんですね。はい、でも2外してもいいかなぐらいね、まくり差しと思うなら、うん、こう入られるともういけないから、引き波に、はい、がっつりはまっちゃうんで、
峰選手が外を回れば残す可能性はありますね。って言って2が来たりするんだよな。いやそうなの。ね、ね、そうそう。近次第かな、地元だし。あとはオッズ次第でどこにどう配分するか決めるしかないな。いやどうしましょう。ね、杉浦さんは今節、今日が最後ですからね。そうなんですよ。そうですよ、今節のラストレースになっちゃいますから、ここバチッと決めてほしいですね。バチッと。後輩とお狙いでミネさん外したらっていう人もいる。ミネさん外す？その勇気。勇気ないですね、ちょっと。ミネさんがやらかすのは3番のイメージがあって。いや、怖い怖い怖い。うお、1万ずつ行く方いるよ。ねえ、すごいですね。3、6、1、3、1、6。これも結構絞る人の方がどんどん取るよね。ねえ。いや、2点に絞って1万円ずつってすごいですね。さあ、ミネ選手の3コース、ほぼ全てまくり差し。まくり差しか。まくりがほとんどない。なるほど。だから3、1からで大丈夫。なるほど。3、1。いや、どうしよう、どうしよう、もう最後だよ、もう最後だよ、どうしよう。さあ、それでは最終レースに向けてのお二人の残金です。こちらでございます。はい。はい、杉浦さんが21,900円、アンチョが16,490円で、軍資金を使い切るというノルマに関しては、杉浦さんが13,900円、アンチョが9,000円ということになっておりますね。はい、結構がっつりいけますね。いけちゃうんですよ。いけちゃいますね。では、そんな12レースの、データ見ていきましょう。難しいよ。皆さんどしどしコメントくださいね。さあ、それでは出走表からですが、ここはご覧の6選手でございます。まあ、峰選手とあと A 級の選手が寺本選手、松村選手、木田選手なんですが、 A1 はいないですね。A2 が3人というメンバーです。はい、枠番のデータ、あー、1号艇寺本選手の1枠の勝率は 7.20、 そこまで1着多くないですね。1着3本。峰選手は 7.30、 峰選手にしたら 7.30 ってちょっと低めかなとは思いますが、まあ、1着本数はやっぱり一番多いですね、この中で5勝してます。その他は、そこまで目立つ選手がいないですね。だから突然3着がバッと変わるかもしれないし、悩みますね。何が来るか分かんないからな。新概念データ、寺本選手の1コース1着率はちょっと低め、42.1% なので、全国平均より 10% 以上低いですね。横田選手の2コース逃がし率は高めです。峰選手は確かに、さっきコメントでもありました、3コースから12勝上げてるんですが、まくり決着は1本のみ。ほとんど、この3コースからなんで、ほぼまくり差しということですよね。1と2の間を割って入るというまくり差しですね。節間成績です。峰選手が、前半、今日の前半が2着でしたけれどもね、2着2本と1着3本、オール2連体。1着は寺本選手、2号艇の横田選手が1勝ずつ、6号艇の木田選手も1勝ですが、そこ以外がね、そんなに1着以外の着がそんなに良くないというところですね。いや、分からん。もう部品交換はここは出てません。出てませんね。はい、展示情報は、ここは展示タイムは2号艇の横田選手が1番時計ですね。でもそこまでこう差がない感じ。木田選手だけ6秒8台、その他は6秒7台ですね。
はい、今314が6倍ちょうどになってますね。スタートのデータ、あ、ここは結構皆さん今節しっかりとスタートが揃ってる感じですかね。このデータを見る限りだとスタートのへこみはないのかなと。はい、スタート展示コース取りに動きはなかったので 1,2,3 のダッシュ456でした。あ、もこなさんは5のモーターがいい品川選手ですね。睡眠気象状況コンディションは大きな変化はありません。調積表はご覧の通り今日は小仕様です。三全全っていう人もいますね。三全全三全全20点はねだいぶがみっちゃいますよね。はい、展示情報を、ここは峰選手いいタイム出ましたね。一周回り足直線タイムがトップです。うん、はい、決めました。おお、最終です、決めました。はい、もうこれしかない。峰選手よろしくお願いします。3 1全3全1 もうこれでしょ。もうこれは硬いと思いますよ。で、2700円×8で、はい、残金300円残して全部もうほぼ使い切りですね。使い切りですね。うん、どうですか。急に自信なくなる。いやでも最初買えたのからもう買えなかったですね。買えなかったです。うん、もうここで手堅く、もう峰選手がダメだったら俺もダメですって。ここにかけさせてください。なるほど、もうね、峰選手に全掛け。全掛けですね。峰しか勝たんと。うそう、うん、今日ダメだったらもう峰さんが負けたら太陽も勝たん、はい、そういうことでございますよ。はい、まあ昨日も峰さんのおかげでちょっとね成績良かったっていうのもあったんで、うん、はい、いやでもこれ組み合わせによったら3001とかはいいところきっとありそうですもんね。そう、3001結構ね来てほしいんですよ、うん、ね、3001パターンだと10倍とか急に来たりするんで、もっとありそうじゃないですか。もっとありました、きっと。3001ほら、361とか40倍ありますし、あ、361あるで。351とかも、むしろ321とかも乗ってないです。この中に351も乗ってないですか。341でもプラスだし、はい、もっとつく、うん、おお、315でも俺プラスだし、316でもいいし、はい、さあこれでいいとこ行ったんではないでしょうか。はい、できました。はい、おお、アンチョもできました。いやー、はい、はい、3縛り141456。おお、絞っていった。絞った、これは絞りましたね。2を抜かしましたよ。あ、なるほど、うん、それは何かコメントとか見てってことですか、ね、いやもう今まで2がちょっとあれだったんで、うん、あ、そっかそっか、もうそれを頼りに。そうね、今日2が全然絡んでないですからね、はい、うん、なので、うん、そのまま素直に今日は2が来ない日だと。はい、でも確かにそのデータ的にもコメントにも峰選手はほぼ3コースからまくり差しって言ってましたから、うん、まくり差し入ると2は本当に厳しいですもんね。うん、アンチョもほぼね、いい買い方じゃないですか。うん、使い切りも、お二人ともドカンと最後ほぼ全部突っ込みましたね、はい、突っ込みましたね。ほぼほぼね、これで笑って終えたら最高です ね、これはなくなるか増えるか。いや、ほんまそれ、ほんまそれ。あ、ここを取って3日間の集大成を行きたいですね。いや、ほんとほんと、341とかで来たらめっちゃ配当いいんじゃない、うん、はい、ね、そうですね、2人とも当たって、うん、そう、ダブル配当で341、うん、12レース締め切りが54分なのであと5分ちょっとですかね。はい、皆さん、はい、しっかりこの買い忘れがないようにご注意いただきたいと思います、はい、みんなでね最後盛り上がって終わりたいですね。盛り上がっていきたいですね。当てたいね。いや、アンチョファンクラブから応援してますっていう方も来てますね、うん、ありがとうございます。オッズが安いな。オッズ安すぎ。どこが一番人気だ？314とかでしたっけ？
いい時間になってまいりましたので、ね、はい、え、これまでの成績は安著先生が私が、うん、1個しか当たってない。それがでかかったんだ。はい、あ、最初のやつだけで、うん、じゃあ、あと5戦1勝、うん、はいですね。僕もですね、太陽さんもさっきのか、さっきの10レースか 9か10取って9ですね。9レース取ったのか、うん、5戦1勝なるほどね。なんとも昨日は4回で勝ちすぎたからな。なんか大体入るやろみたいな感じだった時の、うん、そう、だからやっぱこう日によってもやっぱ違うし、うん、そうですよね、まあ、だから面白いんでしょうね、うん、毎回こうやって入ったらね。いや、そうなんですよ。本当になんか調子がいい時はもう勝つ気しかしないんですけどね。うん、そうなの、これ帰っときゃまあ勝つでしょうみたいな。ずっとこう一日やってて外れ続いてると、なんかもう今日一つも当たらないかもしれないみたいな不安になる時もあるし。いや、本当そうですよね。読むとね、違う方が来たりとかしちゃってね。そうそう、今日はもう 2番を結構書いちゃったから失敗したの。全然入ってこなかったね。ねえ、なんで今日こんなに2が1,2,3っていうのがね、なかったですもんね。確かに。でも前の日、昨日かおととい 1,2,3,1,2,3 って続いた。そう、だから来るだろうと思って入れても全然来ないから。確かに。みたいな。したら4とかってね、来ちゃって。そう、4は全く考えてなかったもん。でもだから今回4入れたもん。そうですね、全の中にしっかりと全に入れました。自信のない現れですからね、前提。いや、でも大事です。本当に流すのは大事。ボートはね、6点しかないから、流してもそう、まあ、そう2、3着ぐらいになるからね。そうなんです、そうなんです。残り2つ選べば残り4つですからね。確かに、これ最終レースは犬丸さんはどう、私ならこうとか、うん、ありますか。3ですよね、もう絶対3でしょ。まあ、クリザーさんが3-1ですよね。3-1、絞るなら5ですかね。3-1、5。はい、3-1、5。品川さん、品川選手、はい、なんて言うんですか、地元、品川日華選手。日華選手、日華選手、そうか、地元ね。うん、うん、地元の日華選手、固いところだ、3-1、5。うん、うん、うん、3-1、5。まあ、3-1、5も勝ってますからね。うん、そうですね、ね。3-1-4が今 6.1 倍。何倍か。3-1-4、3-1-5。3-1-5、9倍です。9.1倍。9倍だったら、まあまあまあって感じやけどね。そうですね。そうですね。9倍なら、いや、だって、ね、杉浦さん2700円ずつ行ってるんですもんね。はい。ねえ。結構大きい。これは大きい。これは行きたいですね、うん、10倍でも2万7000円だから、うん、嬉しいですよね。そう、なんか峰選手からのドラマが見たい、うん、ね、さあどうだ、さあ最後イエーって叫びたいな。叫びたい、ほんとほんと、白熱したいですね最後。3-1からだったら2が一番つくんですね。2の次が6、うん、うん、やっぱ1000倍が出るんだ。いや、本当ですね。もう4-5-6頭とかだと、もう黄色いオッズがずらっと並んで、夢の1000倍。でもやっぱり、でも峰選手も過去に転覆もあったから、あ、そういう時は出るわけでしょ。いや、そうですよ、そうですよ、本当本当。ここに3が入らないのっていうパターン、うん、ね、あー、もう想像せんとこ。やめましょう、やめましょう、もう平和に来る、峰選手が頭で来る。いや、そうですね、考えるのはそう小説のネタだけど、はい、確かに想像するのはね、はい、一番新しく出した本は何なんですか、最近、最近で。最近だったその、連載のやつですかね、そのトースポソンで連載してたやつですかね。あ、連載、それは、はい、小説を連載して、そうです、毎日連載させてもらってて、毎日、毎日締め切りに追われて、追われて4ヶ月間ぐらいですかね、やってました、それも観音系、はい、それもあそこの観音のページの欄で、
ダブル不倫の話を書きました。ダブル不倫頭の中で整理するの大変よね。大変ですね、うん、本当に経験者から聞いた話を元にやんないととか、もう想像とか想像とか、だから、うんうん、じゃあダブル不倫をした知り合いがいたってことですか。いや全然、なんかドラマとかドラマとか、あ、ドラマとかね、そういうのとかで参考にしながらね、参考にしながら、確かにって感じ、ね、身近でいたらいたで問題ですからね。問題ですね、はい、あるもんな。でもそうだろうな、うん、いやでもどうしても出てこない時とかなかったですか。あります。もう、ね、座って考えてても 5,6 時間座りっぱなしとかも全然あります。一文字も進まず進まないとか、やって消してとか、全然あります。それはもう自分の中でボツみたいな、ボツみたいな感じです。編集者の方いらっしゃる。あ、いますね。あの直してくれる、その赤ペン入れて、赤ペン入れて、はい、いました。いや、それでブラッシュアップしていくわけですね。あ、そうですね。超大変でしたね。もう今はそれでレザー落ち着いて。あ、それはもうないやってないです。あ、じゃあもう日々の、はいね、締め切りに追われることもなく、余裕があって書くのも大事ですからね。そうですね。でもなんかなかなか、なんか追い込まれないとできないタイプで、締め切りいつでもいいよっつったらやらないタイプ。あ、そうです。ダメです。言ってくれないと。そうか、結構怠けちゃうんですよ。まあ一回明日でもみたいな、ね、みたいな感じになっちゃいます。それがずっと続いていくでしょ、はい、それどっちですか。俺も締め切り欲しいタイプ。あ、欲しいタイプですか、うん、それ期日までに終わらせたいタイプだから、ちゃんとしっかりとここまでだよって。そう、それ、まあ、やっぱ目標大事よね、うん、あ、なるほど、うん、締め切り大事、うん、さあ来ました。はい、始まります。シーボーの得点ラスト12レースが、はい、もう三重選手にかかってますから、ラストです。もう3頭しかない。3頭しかない。3頭しか勝たん、ボートレース、その言葉通りです。3頭しか勝てない。全員3です。3シリーズ3日目最終カード第12レースはシーボー特選です。さあ3号艇で登場は三重龍太、もちろん高い注目人気を集めています。ミネの勝利を信じて大勝負というファンもいれば、逆にミネが上位を外れるととんでもないオッズの可能性もあるので、そこに一攫千金を夢見てというファンもいるかもしれません。いずれにせよとにかく注目を集める男、それがミネ龍太です。さあ1コース1号艇は寺本茂信、ミネをシャットアウトしての勝利なるか。2コースは2号艇の横田茂、前半負けで強しの内容でしたが、3号艇の峰龍太、3コース、ここはセンター線、4コースに4号艇松村航太、後方稼働、5コース5号艇品川日華、大外6コース6号艇木田峰行、峰は峰でも木田峰行だったということになればとんでもない配当が間違いなくというところですが、さあ前半は勝利を収めている木田峰行です。3対3、4コース角4号艇松村、角受けスロー3コース3号艇峰、ボートレース下関ミッドナイトボートレースシリーズ3日目最終カード第12レース、3対3進入インコースから1番2番3番4番5番6番でスタートしていきました。3校3号艇ミネもダッシュ取りスリットよくという形になります。乗っています。ただうち2人ですが、1号艇寺本に対して3号艇ミネはマークライザーして、あとは5号艇の品川旋回後方46、さあ3号艇のミネのマークライザーし伸びていく、ただ1号艇寺本わずかに仕掛けか、それでも非常にビッグにかかるかどうか。3号艇ミネがへさきを入れる、ただフリーを伸びた1号艇寺本、3号艇ミネとのトップ争いスタートは前提正常でした。1号艇寺本が逃げる、3号艇ミネ2番手で3番手から5号艇品川、さあ2番手3号艇峰に接近です。5号艇品川捉えたか、3号艇峰に対して2番手争い、5号艇は地元の品川、2番手争いに進んでいます。1号艇寺本は4点進リード、2番手5号艇品川に対して3号艇峰差し構えですが、2番手少し前を取ったのは5号艇品川で、3号艇の峰が3番手、1号3わずか1点進3、2番手5号艇品川がリードを取っています。ただ直線では3号艇峰が接近、さあ2番手争いですが、5号艇の品川、3号艇峰を外から抑えるかというところで、2周2番5号艇品川はなんと沈めた、2番手取り切った5号艇品川、峰は3番手まで交代、1号3地元の5号艇品川と品川の競り合いを制しようかという形で2番手上がって1号3です。1号艇寺本茂信はトップ、最終1枚の旋回2番手5号艇品川西川、3番手は3号艇峰龍太、1号3で
さすがの3号艇峰も前方2艇とは遥か遠くという形の1号さんです。でね、3連単1号さんは88年1倍を示しております。1号艇寺本重信の後ろでトップ最終ターンマーク旋回です。2番手5号艇品川西か、3番手は3号艇峰龍太1号さん、第12レースは間もなくゴールです。1着1番ゴールン2着5番ゴールン3着3番ゴールン、あとは2番4番ゴールン、ラスト6番ゴールン。これはこれは分からんわ、はい、分からんわ、これはやってもうた、やってもうた。初めのやっぱ1周目のね、うん、1、3で争って抜けなかったのが、はい、あそこでダメでした ね、 で、あ、1、3かと思ったらまさかの1号になりましたね。やっぱ最初本当か大事ですね。そうなんですよ、ね、1マークがむちゃくちゃ大事なんですよ。うん、1、3全でも外れでしょ。はい、そうです。取れへん。これは取れへん。はい、ということで、ちょっとね、はい、実況でも80倍と言ってましたが、1号さんは8,810円。いやー、つきましたね。つきましたね。はい、これ取ってたら大変なことだったね。いやー、本当ですね。だって、うん、これ取ってたら、2000円買ってたらいくら？2000円買ってたら16万？16万か。そうか、やってもらった、外れました。いやー、入ったと思ったんですけどね。入ったと思いましたよね、1マーク。やっぱ日華選手でやっぱ来ましたね、地元の日華選手来ましたね、の意地でも峰選手を入れないみたいな。うん、いや本当あの意地が見えましたね。見えましたね、日華選手の。いや、当たった方もいるみたいですね。おめでとうございます。いや、すごい、すごい。ではちょっとお二人の最終集計できましたので見てみようじゃないか。見てみようじゃないか。今日の結果はこちらでございます。やだ、はい、勝った。かわいい。太陽さんが300円、アンチョが290円。まさかの10円差で今日のミラーは杉浦太陽さんです。勝率はこうでした。いやー、負けた。ちゃんと喜ぶんですね。ちゃんと喜びましたよ。いや、勝ちは勝ちです。負けたぜ。ね、悔しくない負けね。2人ともかなり使い切ってでしたからね。はい、うん、まあ、こういうもんですよ。これがボートレースなんですよ。はい、いや、大波乱。急にこういうパターンあるんですね。まあ、うん、まあ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 、うん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 、そう、またここに来たいな。いや、本当最終日外してしまった。悔しいですね。3日間の集大成が。いや、でも今日も暑かったですね。うん、暑かったですね。最後まですごい。いや、そこで3-1、3-5-1は変えなかった。そう、なんかね、1号にしても1、3号か、そう、1号さんです。1号さんです。1号さん、はい、1号さんは変えなかったね。え、1から押さえとこうと思っても絶対1、3に行っちゃいますもんね。1、3、5は分かるけど1、号さんは変えなかった。5は、うん、分かんなかった、うん、はい。さあ、ということで、まあ、今日ウィナーはね、杉浦選手、あ、杉浦選手、杉浦選手勝ちましたか。もう昨日に続いて、ふなけん的にはリベンジしに来ていただきたいと思います。ヤクヤク、悔しいね。悔しいですね。最後でもね、アンチョは明日も実は、はい、機会があります。明日もありますので、はい、明日リベンジして、はい、明日のお知らせご覧いただきたいと思います。はい、はい、明日の大人のボートバトルですが、明日のゲストは引き続き今野アンナさんにアンチョに来ていただきますので、はい、お願いします。はい、明日ドカンと、はい、はい、頑張ります。そして MC はマジカルラブリーの村上さん。村上さんだ。はい、実は村上さんまだこの番組で的中がないらしいので、ゼロ、明日に期待したいと思います。はい、そしてアシスタントは引き続き私犬丸美穂が担当させていただきます。ぜひ明日もご覧ください。
はい、続いてこちらがキャンペーンのお知らせです。現在人気アニメオットタクシーとミッドナイトボートレースがコラボしています。ツイッター投稿で Amazon ギフト券1000円分を150名様にプレゼントいたします。さらにはオットタクシー木下漠監督の書き下ろし T シャツが当たります。詳しくはミッドナイトボートレースのホームページをご覧ください。はい、はい、続いてボートレース下関公式 YouTube では明日のオッズタイムが生配信となります。明日は松中信彦さんが登場するということですね。ぜひチェックしてみてください。はい、ということでね、はい、今日のレースが全部すべて終わりましたけども、はい、さあアンチュいかがでしたか。いや結構今日久しぶりに全然勝てなかった気がします。そうね、はい、7レース以外そう1個だけ1勝しかしてないんで、うん、はい、難しいなって思いましたね。何があるかわからないですね。あ、今日のこの経験も官能小説に生かしていただいて、はい、そうですね、ボートの、はい、初め勝ってもあとは、ね、はい、負けるパターンもあるんだよみたいなね。そうですね、はい、そうそう難しくないですね水上のね、はい、そう水上でね、ありまして、ということで、はい、僕もあの3日間ありがとうございました。本当にもう、うん、久しぶりのボートレースだったんですけども、はい、やっぱ3日連チャンやるとやっぱりどっぷりと自分の知識も経験値も上がったとは思ったんですけど、最後外してしまいましたまあでもだからこそすごく面白かったのでね、あのお二人は明日もリベンジということで、はい、またじゃあバトンタッチでよろしくお願いします。はい、はい、はい、明日も19時から放送となります。ぜひご覧ください。3日間どうもありがとうございました。それではお二人はまた明日よろしくお願いします。それではおやすみなさい。ありがとうございました。ありがとうございました。